国土政策研究所長を、あの、大捨使っております。石田でございます。あの、今年度2回目の、あの、研究所の講演会ということで、あの本当にお忙しい先生なんですけれども、越塚先生に今日はお越しいただきました。あの、先生の略歴を拝見いたしますと、東京大学の中でもですね、学官長とか、 エドテック連携研究機構の機構長とか総合分析情報学コース長とかあの大学の中でもう相当忙しい先生でありますしさらにあのデジタルあるいはこれからの新しいあの、えー、とスマート社会とかっていうことで内閣府総務省 あるいは我々も非常にお世話になっておりますけれども国土交通省等でですね非常にあのご活躍の,あの先生でございましてあのそういう先生にですねこの研究所の講演会に来ていただいたことは誠に嬉しくあの存じ上げますあの先生の,あのご専門は言、えー、うまでもなく情報 IT 系でございますけれどあの先生のちょっと変わったところって言うとちょっとおかしいんですけれど若い頃からですね現場に興味をお持ちで指来たすの交通環境をどうするかとかあるいはあの街づくりの中でもインフラとあの新しいスマートの融合をどう考えるかということでですねあの 例えば、えっと、電力消費と空き家の問題とかですね、まあ、あのいろんな新しい知恵をあの出されてですねそれを先生、えー、の,あの技術力でですねどん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 あの実装に移していかれているということでございまして我々も非常にお世話になっておりますつい先日もですねあの国土交通省の社会資本整備審議会の技術部会 だだったたたですから非常に我々が勇気づけられる発言をいただきましたどういう発言かということをちょっと簡単に申し上げますと国土交通省こそデジタルの,あのデータを本当にたくさん持っていると ETC もそうでありますしあの鉄道とか公共交通の,あのデータも 持ってるとはちょっと言い難いですが関係するデータでありますし、えー、とあの河川の流量のデータとか気象データとかあの洪水のデータとかっていうデジタルデータの最大方向であるからそういう国土交通省がですね、えー、と自信を持って勇気を持って DX を担うあの第一人者に第一機関になるぐらいの危害で。 えー、頑張ってくださいみたいな非常に勇気づけられる発言をいただきまして、えー、ありがたく思っている次第でございます。で今日はのそういう先生のですね非常に現場に密着してかつ広範なご活躍あるいはその中でお考えいただいたことをですね我々に、えー、共有お話しいただいて共有させていただきいただけるということで非常に楽しみにしております。またこれもあの ことで先生がどういうふうに思われるかっていうことはあるんですけれども我々が普段悩みに思っていること課題に思っていることを逆に先生にインプットするでそこでまた新たなあのシナジーをあの発揮していくっていうあのそういうあの機会としてもあの今日あるのではないかなというふうに思いますのでぜひあの多数今日もあのこの講演会に来ていただいておりますけれどもあの時間30分ぐらい とってありますので、えー、質問とかですね、コメントとかですね、あるいはお願い等をですね、えー、先生にするということもぜひよろしくお願いを申し上げます。あのずいぶん長く喋ってしまいましたけれど、あのそういうことでご紹介とご挨拶をあの終わりまして、これから早速先生にえっ、ー、とご講演をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 はい、えー、とどうもあの石田先生ありがとうございます。あの大変なあの過分なあの言葉をあの頂戴して、えー、とご紹介いただきました。えっ、ー、と今日あのいた,だいたあのお題が、えーまあ、グリーンであったり、えー、カーボンニュートラルであったり、えー、二酸化炭素の排出の問題とか、えーまあ、そういったことで。 で、実はさい最近その手、その手っていうのを申し訳ないんですけど、そのお題はあのいろんなところから。 あの頂戴しておりまして、その時に、えー、デジタルっていうのが、やはり確かすることができないものと、まあ、いうことで、えーと、非常に重要なところだと思ってまして、えー、と実は先日あの、10月になって、えーと、デジタル庁ができまして、でデジタル庁の中の、まあ、昔 IT 戦略本部といったものが開組されて、まああの、首相をトップとするあの政府の会議と、あと有識者の会議と、 前 IT 戦略本部の時はそれが一体だったんですけれども、あのそれが分かれまして、で有識者の方は、えー、とデジタル社会構想会議っていうのがありまして、でそちらの方が先週開かれてで、えー、これから30年、40年先のデジタル社会で、えー、デジタル技術で国をどう変えるべきか、まあえー、3分で提言せよと。<laughs> <laughs> いう厳しいお題が大臣の方からございまして <laughs> で、やっぱそこの中でも僕の一つ申し上げたことの中の一つは、やっぱりこのグリーンということを一つ念頭に置いたことっていうのは、そこでも申し上げさせていただいて、ちょっとこの中入ってたかどうか、あれですけれどもあの、やっぱり今日お話しさせていただくような、このグリーンとか、えー、と地球環境っていうのは、あ,のある意味で、なんていうんですかね、日本語で言うと、僕はこれ、社会道徳だと思ってまして、 えと今までまあ我々のこのデジタルの分野、まあ、今でもまあほとんどはそうですけれども、まあ、経済優先で、まあ、経済のためにいろんなことをやっていてで、えー、とデジタル技術で今も IoT でデータを取ってきて AI でいろんな数理的な解析をして、まあ、いろんな数理的なことをや,るやっていろいろやるわけですけれどもその時の KPI っていうか あの、数理的なもんって何でもそうなんですけども、まあ目標パラメータを決めて、その目標のパラメーターを上げるように、まあ数理数学的に最適化していくってことをやるわけですけども、そのパラメーターの取り方、まさに KPI ですよね。で、これは大体経済なんですよね。だから利益が出るのか、何しろコストを下げることができるのか、っていうことを、 パラメーターにしてずっと数理解析化、最適化はしてきていて、で、その辺の最適化のやり方の新しいものが AI だったり、機械学習だったり、まあディープラーニングだったりっていうことでやってますけども、とはいえ新しい技術が出てきていても、ただやってることは、あの、経済最適化。 これは変わんなかったですね、ずっと変わんなかったんですけどところが最近日本の中で、えー、と少子化っていう問題とかいろいろ出てくると経済優先でいっても例えば家庭がうまく回らない、えっと、幸福感がなければやっぱり結婚もしないし子どもも産まなくなるし、えー、経済優先でやってきたのにやってきたのにも関わらず社会の根底が崩れてくるっていうようなことになってきてでやっぱり経済 優先ではなくて、もうちょっと人間の幸福感とか、まあ最近ウェルネスとかウェルビーングとか言われますけども、やっぱそういうのと両立させなきゃいけないんじゃないのっていうことっていうのは、まああの、ここ数年のスマートシティのあの議論の中でも随分出てきているところですけども、ただ幸福っていうのはある意味で利己的なもので、まあ自分が幸せになりゃいいわけなんで、えー、まあ自分なんですけど、 で、かたや公共的なところで道徳観っていうことで言うと、また、それも今ではパラメータになかったわけですけども、そうすると今度地球環境ってことを考えていくと、さらにそこに、えー、道徳観的な、まあ、自分だけがやったからってこれ地球環境なんとかなるわけじゃなくって、自分がやんなくたって周りがやってくれればなんとかなるって話もあれば、自分がやっても周りがやんないとダメって話があって、で、結局これ道徳的な話で、あの地球環境のために、えー、みんなでどうするかと、まあ、いうことで、 経済的な価値と、やっぱりある種ちょっと利己的な、まあ、自分のための幸せと、あと地球環境ということをやっぱり両立させなきゃ。 いけないし、その両立っていうのもかなりまあ難しい話で、やっぱそういうところにもやっぱデジタルっていうのは非常に重要だし、まあそういうことを目指すために、えー、今後の情報社会、デジタルの技術の使い方も、まああるんじゃないかってことを、まあこの前の構想会議でも少し、こうあるべき姿の一番遠いところとしては、あの、ご提言もさせていただいたと、まあいうこともあって、えー、今日本当にあのいただいたお題は最近非常に考え、自分としても、あの、考えなければいけないというお題をうまくいただきましたので、えー、その辺を 少しえー、もしかすると、多分この話題は私よりも、えー、国土関係の皆様の方がむしろ詳しいところが多いんじゃないかと思いますので、えーまあ、少しその辺はレビューと思っていただいて、えー、デジタルなりの整理ということでお聞きいただければと思います。で私自身は 先ほどご紹介いただきましたように、あの、コンピューター屋でございまして、あの、私、師匠が、あの、坂村健先生ですので、えー、トロンっていうプロジェクトをやってまして、あの、そこでオペレーティングシステムっていう、あの、コンピューターのいわゆる基本ソフトウェアですね。基本ソフトウェアを作るっていうところが、まあ、まあ、大きく言えばそこが専門でやってきたわけです。で、IT とかデジタルといまいろんな分野があるんですけれども、 私の,その師匠から言われてやってたそのオペレーティングシステムっていう分野はあのデジタルの中でもちょっと特殊な分野でこれなんでかっていうとこのコンピューターを全体を動かすための基本ソフトウェアが OS なので OS っていうのはコンピューターを、ね、全部知らないとダメなんですよなぜかというとって言ったらコンピューター全部を投与するシステムなので全部知らないとダメなんですねところがデジタルの学問っていうと例えば人工知能ってさった AI だけ知ってればいいわけですよで通信屋さんは通信だけ知ってればいいわけですよ っていうのがあって、各分野ごとに細くとんがっていくっていうのが、この分野多いんですけども、OS だけはですね、広く知らないといけなくて、広く、浅くがダメでね、広く深くっていう超難しい話を求められるところでございまして、それが、昔は、このまさにこのコンピューターをオペレ とすることだけでよかったわけですけど、ただデジタルの領域が広がってきていて、あの、コンピューターマイコンの上で動いていたものがだんだんネットワークつながって、えー、で、あの、ビル全体がなんかコンピューターみたいになったり、都市全体がコンピューターになってったりっていうなことがあると、じゃあ都市全体のオペレーティングシステムは何なんだとか、 えー、じゃあ日本全体のオペレーティングシェアで何なんだと。で、先ほどのデジタル庁に提言したのは日本政府 OS を作んなさいということを提言して、えー、行政の基本機能になるところをちゃんと標準化して、えー、それを扱うプラットフォームをきちっと作る、ないと、デジタルをこれからなかなか、あの、やることも大変ですよと。まあ、いうようなことも提言させていただいたりとかで、あの、まあ、そういう意味だと、あの、コンピューターのチップの上で動く、 え、それを投与するようなものをやってたわけですけれども、だんだんコンピューターの扱う範囲が広がってくるとともに、まあ自分のやることも広がってきたと。まあ、いう感じで今、あの、画面出させていただいているように、まあいろんなことを今させていただいているようになっております。で、大学の方も、という意味ではそういったあの、私の、 あのキャリアに今やり合うとかやってきたことにうまく合うようにあの情報学館っというあの非常に学際的な、えー、ところにポジションをいただきましてでっ、えー、と今年の3月まではこの,あの部局長をさせていただいておりましたけども、えー、とここが今あの大学の中で50人ぐらいの先生がいてで修士課程が100人ぐらいの学生という感じですでそれであの理系の先生半分文系の先生半分ですので、えー、と私のような情報を専門にしてる え先生は実はあんまり多くなくて、えー、文系の方の先生は例えば情報法の先生で著作権の先生であったりとか、まあ、情報経済の先生であったりとか。 あの生先生方いらっしゃいますしでまた理系の方でも私のようなその情報化コンピューターをやってなくても地理、えー、情報をやってる先生がいらっしゃったり逆に農業をやってる先生とかあの交通をやってる先生もいらっしゃればっていうので、まあ、本当にいろんな分野の先生が情報ってことでこうつながってる部局ですので、まあ、あの私もいろんなことやってたので、まあ、ちょうどいいとこだったかなと思っております。で最近ははデジタルのの分野っていうのはまあいろんな なあの仕事があるわけですけれども、えー、今、競争領域になってきているところは、もうだんだんハードウェアとかソフトウェアではなくなってきて、一番その上位のデータっていう部分が、多分最大の競争領域になってきていると、まあ、いうことで、えー、最近、そのデジタル庁にしても、何にせよ、このデータのところをまあしっかりやっていかなきゃいけないということは、最近ずっと提言させていただいているところで。あのー これ前、えっ、ー、と、去年、一と日日経新聞書かせていただいたやつですけれども、まあ、あの、そういうことを、えー、やっています。それで、えー、そうすると、例えば、 都市全体をじゃあ,あの、スマート化、IT を導入してっていうようなことで、今、あのもうお聞きの皆様はご存知だと思いますあの、スマートシティですね。で、これの、えー、リファレンスアーキテクチャを作るときの、えー、取りまとめとかですね、まあ、そういうのをさせていただき、今、あの内閣府であのスーパーシティやってますけれども、えー、それは次だったかな、それは次か。 あのスーパーシティの、えー、総合運用性の、まあ、検討の、えー、座長であるとか、またあのスマートシティのアーキテクチャをそのままあのー、マースに適用して、これ、国交省さんの方で取りまとめされてた、えー、マース関連のデータ連携のガイドラインの座長もさせていただいたりというので、あのー、こういったあのことも最近はさせていただいております。であと、現場に行くのが好きっていうのは、これは結構まあ昔からそうだったんですけど、あのー、今もそれは続いておりまして。 えー、そういう意味では地方に行くのとか僕大好きで <laughs> 最近あの地方自治体と連携協定を結んでそれで、えー、と地域課題の解決って地域課題の解決って言ってるんですけど本当はちょっと若干違ってあの地域に行っておいしいものを食べておいしいお酒飲みたいってそれだけなのかもしれないんですけどあのただあのまあ ただこれ、ね、地方最近いろいろ行って協定結んでいろいろやってると、まあ、最近非常に感じることっていうのはやっぱり都,都会と東京と地方の分断っていうのは非常に感じてなんか僕はこの日本中う国は地方っていう国と東京っていう国と2つの国からできてるんじゃないかっていう気がするぐらいあの断絶を感じますで何でかっていうと僕が東京大学にいて地方に出かけていくと必ず地方の人に絶対言われることは東京の人に分かるわけないよねってこれ絶対言われます それで逆に東京の人は地方がこれなんか,なんかあったかも別の国のようなこれだってどっちも合わせて日本でしょって僕は思うんですけどもで,ですけどなんかそんな感じがしていてその差はなんとか,なんか埋めたいなと同じ日本じゃないかなという気はしてるのであのそういう意味ではあの地方にあのよく通ってですね えー、そこの、えー、地域の課題を解決するということは最近ずいぶんあのさせていただいています。それで,、えー、とで今日は少しそのグリーンということで、えー、ちょっと話のちょっと皆様の前でこれお話しすること若干お恥ずかしいところもあるんですけれどもまあちょっとは整理して。 ちょっと話しするっていう意味で、えー、ちょっと初,歩の初,歩の初めの一歩から少しお話しさせていただきますと、まあ、こういった私のようなデジタル屋に、こういったグリーンのお話しいただけるっていうのも、今、国内でえ菅前首相があのグリーン成長戦略をまあ昨年10月に出したというところ、まあ、もちろん前から、あのー、日本で言えばですね、 あの石油ショックの時代から省エネルギー的な基地っとやらなきゃいけないっていうことで伝統は非常にあったわけですが、多分ここ1年2年のえまあ盛り上がりっていうかそういうことはまあここに山を発しているというふうにあの思います。えっ、ー、と10月にえ菅あもうもう今日は前総理大臣ということになると思いますけれども、まあ所信表明のえところで2050年 2050年というと30年後、ちょっと私自身生きているかどうか、ちょっと微妙なあなんですが、えー、カーボンニュートラルを実現するんだということを、そこで、えー、宣言をし、えーまあ、カーボンでニュートラルですから、半,、ね、半減とかっていうことではなくて、まあ、ニュートラルとまで言っていることなので、まあ、かなり大きな目標を、まあ、ここで宣言をしたと、えー、いうことで。それはおそらくそのエネルギーの分野の方々あとかあのが、 まあ取り組むということではもう実現できるような目標ではなくてこれはもうもう全社会全体があの総力を挙げてあらゆる分野でこれをやらなければ で、きないようなまあ目標でもあるということ、でそれはその2番目のおーとか、この中のどっちにあるようにです、ね、えーまあ、経済性とももちろん両立してやっていかなければいけないし、まあ、これだけあの社会全体で取り組むということは、えー、当然これ、あのそれをつないでいくところで、デジタルとか IT っていうのも非常に重要な役割が出てくるということで、えー、こういったことにです、ね、デジタルも貢献していかなきゃいけないというのは、まあ、この所信表明演説に端を発していると思います。でまたででもなんでその あの所信表明が出てきたかというのは、またこれはまたその元になると、パリ協定というのが出てくるわけでございます。えー、これは2015年に採択されて、16年に発行されて、これはえ2020年以降の温室効果ガスの排出削減のための、これもまたその前にですね京都議定書というのがございますから、それの後のえ2020年以降の国際的な枠組みとしてまあ提案されましたと。 で今回、結果的には今200国以上が合意して成立したということで、で当初、多分これの,あの協定を作っているときには、50か国以上が参加するという,ようなことを条件にし、世界の総排出量のそれなりの量をカバーするだけの国で、ちゃんと実行力を持ってやろうということで始まっているということとか、かなり具体的に長期目標を定めたというようなものがあったものでございます。 でえー、と非常に特徴的なところとして、5年ごとに目標も見直しながら、深掘りをしていくということ、まあ、ある程度達成されたら、またその次を達成していくということで、どんどん深掘りをしていくということと、国際的にきちっとどこまで削減できたかといったようなこととか、取り組みの状況をはっきりと見える化すると。 でこの見える化っていうためにはデータを集めなければいけませんし、まあ、IT、デジタル、サプライチェーンとか全体にわたる、えー、データの収集ということができていると、えー、いうことが、ように取り組む一つの前提になってくるということだとあの思います。で、あと今回こあの、これ、これ、適用計画っていうのは、これ何かというと、まあ、課題は何かというと、それは地球温暖化で、地球の環境が破壊されていくということがまず課題であって。 でそれを緩和するために二酸化炭素ガスの排出を削減しようというわけですから、まあ、ガス排出削減というのはこれ緩和策です。で、であの京都議定書のはまは緩和策中心だったわけですけどもパリ協定の時はさらにそこに適応策と、で適応っていうのはこれはガスを削減して温暖化を食い止めようではなくて温暖化しちゃったんだからどうしようですね。 だから温暖化してしまって気候はあの激甚化する災害も増える。それに対応していくんだということもここに含まれてるということですね。まあ、日本の,あの言葉で言えばあの国土強靭化であるとか防災であるとかそういうこともこの,あの協定の中身に入ってきていると、まあ、言ったところがこのパリ協定の特徴ではないかと思います。で当然この分野は日本はこれまでこの,あの京都議定書というのがありましたからまあリーダーシップはあ,のあるい定て水準はまあ取ってやってきたわけですがまあこれが1 9 9九年 90年代のに定められたもので、目標期間2012年までのものでしたから、この次のパリ協定になってきたというところでございます。 でそれに伴いまして、例えば経済産業省、もう日本の各省庁、皆さん、グリーン成長戦略、先ほどの石田先生のご紹介いただいた国土交通省の会議の中でも、グリーンはその中に取り込んでいくことは大きな目標になっていますし、今、ここでは経産省の例ですけれども、その菅前首相の宣言を受けて、ですね、それを実行に移すためのさまざまな戦略が今、国の方でも、民間の方でも、 状況でございますで、えーまあ、そういうことがきっかけになってなってきてるわけですがじゃあ実際に地球の温暖化と、えー、温室効果ガスの排出の現状が、まあ、どうなってるかっていうことを少し、えー、ちょっと釈迦に説法かもしれませんけれども、えー、見させていただくと、まあ、温暖化のこれを 多分10年前とか20年ぐらい前だと東京大学の大学の中で,でもこれ本当に温暖化しているのかとかこの原因は本当に人間の活動の原因がここにどれぐらい寄与しているのかということに関してはまあかなりいろんな議論があったと思います。 ただ、今のところ最終的には、あの、一般的なコンセンサスとしては、まあ、いろんな理由が複合しているにせよ、えー、人為的なあの効果が、まあ、かなり大きい部分寄与しているだろうというのが、まあ,あの、一般的な、あの、研究者の間の考え方ではないかと思います。で、そういう意味では、あの、今ですね、 あの、これちょっと後で出てくるんですけど、地球全体から見ると、今って氷河期なんですよね。<laughs> 実は今は氷河期で。で、一番寒いところから少し暖かくなり始めて、寒氷期になってるっていうのは現状なので、まあ、ほっといても少しずつ暖かくなってる時期であることは、まあ、確かだっていうことはありますと。でも、それでも、ちょっと上がり方が、やっぱり、かなり激しいよね、と。まあ、いうことでございます。 であと、気象の測り方も、まあ、それは都市化が進んで、都市で測りはさ気温は上がるだろうし、ということもいろいろ言われますが、そういうこともいろいろ言われたあとに、もうかなり時間が経って、さんざん議論して検証した中で、やっぱりかなりあの人間の活動が重要だろうということになってきています。でえー、っと我が国はあの当然のように、えー、特に、まあ、あの東日本大震災もありましたし、でこれはその地球環境ということは、また、 違う、また、あの、話で、エネルギーの削減はしなきゃいけないということがありましたから、この時点から、あの、減少は、あの、だいぶ、あの、進めてきておりますが、ちょっと、後で見ていただきますように、世界で見て、じゃあ、断トツで日本が、じゃあ、東日本大震災があったからといってあって、それによって、え、断トツの削減をしているかっていうと、必ずしもそうでもない。 必ずしもそうでもない。まあ、ひどくもないけど、良くもないっていうのが現状ではないかなと。ちょっといない加減の言い方で申し訳ないんですけども。それで、えっ、ー、と、かなりあの、各分野において、えー、CO2 の排出量の排出源の分析なんていうことももう当然、かなりも進んでおります。 でえー、とでやっぱり土木建築の分野っていうのは、それなりに、えーこの、このちょっとででも出てきますけども、まあ、ビッグエイトと言われるような、温、え、室、ー、効果ガスを排出する大きな産業の中の一つになっていることも確かでございます。 でえー、と実際にどういう分野でどうなるかっていうのを見ていくと、やはりそのエネルギーの発電のところで何とかするっていうことだけではなくて、やはり社会全体で、温室効果ガスを出さないように、そういうような社会にしていくということをしないと、 えこの,あのパーセンテージを見たところでも、もう産業だけでなくて、家庭からもかなえてるわけですし、当然、運輸、産業、工業とか、あらゆるところから出てきますし、また廃棄物からも出てくるというようなこともありますので、まさに社会全体を取り組まなきゃいけないということが、こういったデータから出てくるかなと思います。 でこれをまあ国ごとにしますと、やはり国の規模、人口の規模っていうのはありますから、えー、日本、あのー、人口という意味では、まあ、戦後すぐあたりと比べれば、えー、だいぶ他の国の人口、増えてきましたので、えー、世界の中での、まあ、エネルギー全体の寄与率っていうものが、そのものがまあ低下してますので、まあ、CO2 の排出量もまあ全体としては3.4%、だからこれ、中国とアメリカがこれ、頑張ってくれない限り、日本がどんなに頑張ったってみたいな話はありますけれども、 もただこれやっぱり一人当たりっていうので見るとこれが先ほどのですねあの三点一あった割にはあんま減ってないんだよねっていうのがこれ見るとそうですまあ、ドイツとそんなに変わ実は変わらない程度というぐらいにえっ、ー、となっているという状況でございますでやっぱりアメリカとかですね一、えー、人当たりでも圧倒的に多くまあ、中国非常に全体としては国 という単位で見ると世界一になるわけですけども、まあ一人当たりっていう意味ですと、やはりあの経済的な格差やっぱりいろいろありますので、そういう意味ではあの日本よりはまあだいぶ小さい量になっていると。で、逆に日本と同じ量を、これもしばしば言われることですけども、まあ全世界の人が、まあ日本と同じように一人当たりだしたら当然地球を破滅すると、まあ、いうことですから、あの日本、 はかなり先進を切って、あの先進国で生活水準や経済レベルを維持しながら、やはり二酸化炭素、温室効果ガスを、えー、削減していくということを、あの世界に先駆けてやるということは、やはり先進国としての使命かなというふうにあの思います。で、実際に今、あの先進国の方はあは温室効果ガスの削減が進んでますので、ただ、この程度の減り方で、本当にニュートラルになるのかと <laughs> 言いたくはなりますが、えーまあ、少しずつは減っていると。 で新興国となっているところはやっぱり激増しているというのが現状で、えー、全体の割合の中で、まあ新えー、先進国の割合というのはまあ減りつつあるという状況に、えー、とあります。で減り方ですけれども、それ、先ほど申し上げたように、えー、ちょっとこの辺ちょっとど,どこで何を基準にするかで、僕もちょっとまだよくわからないところは、謎なところはあるんですが。 ただ、日本が、えー、例えば2013年度を基準にすれば、まあ、14%ぐらいは減ってるし、えー、まあドイツも14%、でもイギリスは20%ぐらい減らしているとか、いろいろあります、まあ、カナダは増えちゃってたり、アメリカはほとんど変わってないとかですね、まあ、EU 全体で、えー、EU の28カ国見れば9.3%とか、まあ、それぐらいは減っているということなので、まあ、日本もそんなに、えー、まあ悪くはないけど、まあ、ものすごいのかと言われると、まあ、そうでもないかなというぐらいの減り方かなと思います。 僕もね、ちょっとね、これ地図にすると、こんなになるということなんですが、国ごとでこういったランキングなんかも出てるんですけども、僕ね、これ、なんでなのかね、謎で逆にあと、あのご存知の方がいったら教えていただきたい感じもするんですけど、日本がこれ、右側で排出量の削減で、 えー、なんか3.68%だったけど左の方見ると、なんか64%とか71%下げて、これは何なんだろうっていうのが、これ国がほとんどなんか滅んじゃってるぐらい減っちゃってて、7割減って30%の排出になっちゃったら、これ何なんだろうなっていうのはあれですかね、小さい国だと、例えば発電が急に原子力になったりすると、いきなり興風になったりとかするんですかね。ちょっとその辺僕も、あの、ちょっと講演させていただくにしては何も知らなくて申し訳ないんですが、ただまあ国によって随分、ま 差はあるのかなというような統計もございます。それでまあいろいろ大学に移ずですね疑問に思いまして。 日本は、あの、森とか海とか自然がたくさんあるので、自然がかなり吸収してくれるんじゃないかというふうに思うと、そんな甘いことは全くなくて、やっぱり自然と、まさにあの、やっぱり人間が排出している量っていうのは桁違いでございまして、これもあの、土木学会であの、推定されていたものなどから見ると、森や海洋で日本の国土の中で吸収してくれるのが0.6億。 65億トンの中で、えー、森林海洋が吸収する量がそんなもので,で人間が排出してしまっているのが12.4億トンですから、まあ、桁違いとやっぱりちょっと自然でカバーできる量にな,なってないないしはこの自然でカバーできる吸収量ぐらいのところにしていかないとやっぱり増え続けるっていうことになると僕は結構驚きっていうか、まあ、よく考えてみれうなんですけどびっくりなのはこれから2030年になっていくと自然におけるあのカーボンの吸収減っていっちゃうんですね。 これ森林はもう日本は森林放和しちゃってるからもうこれ以上は実はあの CO2 は吸収してくれなくってむしろ排出の方に森は回っていくので森はえ二酸化炭素吸収してくれないで二酸化炭素排出する排出源になってしまうというのがまあ確かによく考えると当たり前で森が大きくなって木が大きくなって木が増えるからそこに炭素が固着されるわけでもう日本森林放和ねしてしまっていてなんか歴史上 あのー、ここ2000年ぐらいの中で一番森が多いそうですね今ねそう歴史の本を読んだらこれすごい面白くってなんか日本の森林伐採ってのはもう大和時代から、あのー、進んでいてであの都を作るためにもう木みんな奈良の辺り榛山になってもう大和時代からそうだったっていう。 ですよねだと浮世絵かなんかを見ると山が本当全部ハゲ山なんですけどこれはそういう絵なんだろうと思ったら本当にそうだったらしいと <laughs> そうすると今はもうまさに森林飽和で、えー、もう森林が朽ち果てて、えー、分解する方があの多くなってくるのでこれからどんどん減ってしまうということですから、まあ、緑が多ければ CO2 を吸収してくれるわけではないとでただこれ世界の統計見るとこれもちょっと僕もあんまりちょっとよく勉強はしてないんですが あのこれ見方としては、左側で上に矢印が9.4というのと、黄色の矢印が1.6というのがあって、これがえっと人間界や自然からえっと排出しているカーボン、ガスの量だそうで,で、陸上で吸収するのが3.4、海で吸収するのが2.5、大気中で5.1残るとまあいうことらしいんですね。そうだとすると、これは今、人間排出したの半分ぐらいが大気中に残っているということは、 まあカーボンゼロで先進国が頑張ったとして、あの地球全体でも半分収まってくると、この3.4プラス2.5の間に収まれば、まあ、ちょうどバランスするのかなというぐらいなのかなというのが、まあ、こういった、ただこの辺もあれですね、あの地球物理学、いろいろ進むと、またあの違うこともいろいろ出てくると思うので分かりませんが、あのまあ大体こんな感じかなと、えっと、私の方でも認識をしています。 でそうすると、ですねだんだんちょっとあの実務的な話からだんだん離れていっちゃうんですけど、その辺の地球環境ですねこれでの講演しようと思うと、もう面白くて、どんどん調べちゃうんですが、うん、そもそも地球の上で人間がどれぐらいのインパクトを持ってるのかというと、これ、これバイオマスっていわれるこう生物が地球の上にどれぐらいいるかっていうことで、ただこれは若干こう、まだまだこれからあの研究の余地があるのが、地下にどれぐらい生物いるかは、実はまだよく分かってない。 地上は分かるんだけどってことですねそうすると人間が大体人間の体重全部足し算すると3億トンぐらいだそうでで微生物3,000億トンだけど地下にもしかすると微生物は持っといて腸の単位で結構いるんじゃないかと言われていて。 まあこんな感じで、食物連鎖のトップにいる割にはえと人間3億で、動物が全体で100トンのうちの3億もっていうのは、結構でかいなという、結構アンバランスな状況になっているなと思いますが、これよりもね、僕はどっちかというとね、さらにショックだったニュースはこっちでございまして、地球上の人工物は生物の総重量と並んできたと <laughs>、さっきここに生物の総重量があるんですけども、この生物の総重量と同じぐらい人工物がもう地球上にあるってことですね。 これはやっぱり今地球上のこの酸素って全部生物が作り出したものですから、だから生物のインパクトでこの大気中の酸素があるんだと思うと、その地球上の生物の数と同じだけの重量の人工物があるってことは、まあ直感的にもそりゃ地球への影響はあるだろうなっていうのは少しあの直感的な感覚もそういうところから僕も得られてあれだと思いました。で、あと地球もこ歴史を見ていくと、今が、あの、これ、あの、横軸が あの年なんですけども一番左が6,600万年なので結構まあ最近だけなんですがえーで一番右が現代ですね。でそうすると人類出てきたあたりっていうのがちょっと矢印下の方に書いてありますけどまあこの辺でこうやって見ると人間は比較的こう本当に氷河期の一番寒い時期に生まれてきてでこれから少しずつ暖かくなっていてなんですけどもでちょっと時間軸がだいぶ右に行くと。 あのだいぶひあのあの広げてますけどそれでもあの今あのコップでこう予測されているように上がっていくとこの,あの一番右側にあるように上がっていくわけでそうするとこの6600万年の変化をあっという間に数十年でやってしまうというぐらいの急激な 変化ででこれはかなりすすごいですとでただ地球環境、これ左側の見ていただきますと、当然今よりも12度とか16度とか平均気温高い時ってのはもう一般的にあって、だから地球環境のバランスを変えていくと、まあ、こういうことは現実に まあ起こるのがこういう地球だっていうところなので、だからやっぱり、ほっといたら、今みたいなものが続くっていうわけではなく、かなり実は地球は不安定だということでございます。で、これ、もうちょっと横軸を取っていくと、地球の全体40億年あるうちで、左がこれは5億年ぐらいで,で、右がゼロで、右現代で、やっぱり現代はずっと低いわけですけども、左の方を見ていくと、恐竜全盛期っていうのがこの K ってあたりにありまして、今より10度ぐらい高いところで恐竜は頑張ったらしいんですが、 実はその前に表記とかで、えー、今よりもさらに5度ぐらい寒い時とかいろいろあってかなりこうずれながら今あるわけですから、まあ、地球環境っていうのは非常に大きくあのずれますので、えー、まあかなり注意しないとやっぱりいけないということはあのよく分かりますしあれなんですねちょっと全然違う話で。 今日こんな話していいのかっていうのもあるんですが、まあ、あ,あそっか、ここにないのか。あの地球って全体が、スノーボールアースっていって、地球全体が凍ってたことが過去2回ぐらいあるそうですね。もう赤道まで全球氷結してしまうと。だそれぐらい、まあ、地球っていうのはこうずれるものだということはあの、まずこういう温暖化の考えるときの、まあ、ベースとして、えー、重要なことだというふうにあの思っております。 さて、で、そういったことに対して、このゼロエミッションに向けて、じゃあ我々は、まあ、デジタルで、まあ、どういうことができるのかというお話に、えー、と入っていきたいと思います。 でまさにその問題自体は地球温暖化に対しての問題ですから、先ほどちょっと冒頭の方で申し上げたように、全体としてはその地球全体、グローバルワーミングってありますけれども、地球全体をまあ温暖化していくということをどうするかっていうのが、えー、最大の課題でございまして、で緩和策っていうのは、そもそも温暖化しないように頑張りましょうと、まあ、そのためにまあ二酸化炭素の排出を、えー、抑えていきましょうと、まあ、いうことが、そな緩和策とまあ言われるわけですが、まあ、もう一つ、先ほどのパリの議定書にありましたように、適応策。 え、アダプテーションとして、え、緩和策これからやって、ゼロエミッションできたとしてもまだ30年後ですから、ま、30年間は気温上がり続けるわけですね、これから。そうすると、どんどん激人化もするし、災害も増えてきますので、え、それに対応するということで、え、そのために、 適応策を取り、それもですね適応能力と感受性対策、まあ、土地の利用方法とか、えー、そういうことも考えながら、感受その気候の変動に対する社会の感受性をこう変えていく対策ということと、あと、それに社会全体をこう適応させていく、えー、ための適応能力ということで、えー、まあ防災ということでいえばこの両方、えー、特にあの国土強靭化ということでいえば、まさにこの感受性対策ということに分類されるのかなと思います。でこういった の総合的なあの整理の中で全体を位置づけてお互いあのシナジーを持って対策を進めていくということが必要なのだと思います。でまずあの緩和策まさにこの緩和策がゼロエミッションということですけれども今これ左にありますように民生産業運輸で非電力と電力ということでこれだけの排出がある中でこれを実質ゼロにするというのはこれかなり大変かなり大変でございます。 で本当にこれ、実現できるのかっていう話、非常にありますけれども、えー、ただ、これをやろうと思ったら、これこれ、こういうことをしなきゃいけませんと、まあ、いうことが、えー、当然、発電のやり方も考えなきゃいけませんし、まあ、化石、えー、あの酸化させて燃やす燃料にしても、炭素使わないようなものをあの利用するとかですね、えー、また植林とか、こういうところもありますけれども。 そういうことを組み合わせながらやっていくことが求められるというのが、このエネルギーの収支を見ていると分かります。でそれに対して今 え自治体のレベルでも、だいぶこういうあの二酸化炭素排出ゼロを表明しているところはたくさんあのございまして、今、ここにかなり多くの、これ、市区町村あの,の基礎自治体のレベルでも、人口で言えばだいたい半分ぐらいのカバー率になるぐらいのところが、2050年までにえ実質ゼロでやっていこうということを、自治体自身もえ表明してですね。 この節約を進めているとまあいうところでございます。で当然今いるこの場が東京もゼロエミッション多分当然日本の中の都道府県の中では最も二酸化炭素排出している都道府県だと思いますのでその東京も2050年にゼロエミッションを目指すということとして宣言をしていろんな対策を打っているという状況でございます。で実際にじゃそのカーボンニュートラル脱炭素社会を実現しようと思うということでまあいろんな施策が まあ文字であれするという話もありますけれども、えー、それを実際にじゃあ、絵に落としてイラストでまあ分かりやすく見てみようというので、えー、こういうふうに見ていくと、まああのー、いろんなものの運搬、供給、利用とか、えー、こういうのを見ていくと、ですね、まあ、かなり社会全般にわたるところで、さまざまなあの対応をやはり全体でやっていくことが。 この絵なんかを見ていてもお分かりだと思います。社会全体をやっていくってことは、もののサプライチェーンであったりとか、そういうこと全体をですね、今、IT の分野でも言われているように、きちっとそれつないで、データも共有して、いろんなことを見えるか可視化しながら、 えー、社会全体最適化して、まあ、無駄をなくしていくということが重要であるというのは、こうイラストを見るとより分かりやすいというか、まあ、ちょっと心に訴えるところがあるかなと思います。で、そうしたときの産業のイメージというのも、じゃあ実際に発電のやり方を変えたりとか、エネルギーの使い方を変えたりとか、作り方を変えたりとかしていくと、その産業イメージもこんなふうになると、まあ、この辺経済産業省さんの方ですけれども、まあ、イラストになっていて、まあ、見ると分かりやすいかなと思います。でその時に これはのワールドエコノミーフォーラムの方で作っている資料ですけれども、ビッグエイトという産業分野がありますと、こちらはえと温室効果ガスの約50%をこの4つ8つの産業分野でまあ排出しているとまあいうことで、非常にインパクトが大きいわけですが、ただ、これの見ようによっては、逆にこの8つの主要な産業分野で排出を頑張っても、 まだだ半分あんだよねっていうそれでもまだ半分あんだよねっていうのでちょっと気が遠くなる感じがするんですがただそれでもこの8つっていうのは非常にあの重要な分野でえ今回あのこちらにもジャイさんにも関係するところで言えばこれコンストラクションになっているところもそのワンのゼムになってますしえまあ意外とフードであったりとかこれ意外なのは僕ねファッションなんていうのが入ってるっていうのが意外で,でファッションはねこれ理由を聞くとこれね IT の出番だとね若干思います。 ちょっと次を見ると、ですねこれ、ワールドエコノミーフォーラムで作ってるえちょっとしたグラフなんですけれども、これ、各分野でこのあと、1、2、3、4、5、6、7、8、最後の,のビッグエイトがあるんですが、これ、見方は、二酸化炭素の排出が左がゼロで、右が100%で,で、縦軸がこれ、コストなんですね。だから、これを見ると、例えば一番上はフードサプライチェーンで、最初の10%ぐらいを、 二酸化炭素排出を減らすときは、えー、コストも減らせる。だからコストを減らすことと、二酸化炭素排出を減らすっていうことは、両立するわけですね。まあ、要はフードロスなくしていけば、当然、コストも減るし、えー、二酸化炭素排出も減るわけですよね。そうすると、真ん中あたりは、あんまりコストにインパクトなく、要はお金あんまりかけずに、でも削減できるところが、これを見ていくと、真ん中あたり50、50%ぐらい削減までは、おそらくそんなにコストをかけなくても、 削減できんだろううなとということですねだからフードサプライチェーンなんかこれ見ると最後100%実現するのはかなり大変そうなんですけどもあの、まあ、真ん中ぐらいまではかなりいきそうですねとそう意味だとこの真ん中のコンストラクションのサプライチェーンこれ建設ですねこれも最初の頃は多分これ左の方の青で下に行っていうのか,らかなり無駄をなくしていけばっていうことだと思いますけれどもあのかなりあの費用も減らしながら。 えコストの削減と CO2 の削減要は無駄をなくすということでまあ両立しうるけれどもまあ最後の100%までやろうと思うとまあそこそこやっぱりコストがかかってくるというのがいろんな業界の現状ではないかなと思いますその時に二酸化炭素の削減をする時にあの多分コストがかからないというかですねコスト削減と,えと両立するのが これファッションサプライチェーンでございまして、これなんでこんなことになるのかっていうのを見ていくと、これってやっぱりアパレルの場合ですと、例えば来年の例えば夏、何が流行るかということを予測して洋服たくさん作って、で当たるのが2割ぐらいみたいに言われていて、8割外れるとかなり倉庫に積み上がって、そのまま破棄する繊維っていうのはかなりあるということなんですね。 えなので、そこがうまく受給が調整できて、で、要はだ流行が、あの、何が流行みたいなものが、例えば AI などを使ってかなり当たるようになれば、在庫も減らせるし、そういう意味ではコストのインパクトもありますし、で、CO2 に関してもかなりいいところに行くだろうと、まあいうふうに言われています。ただ、私これ、あの、ファッションのね、受給を合わせるっていうのを、 これあのどっかの審議会でかなあの、ユニクロさんと議論したことがあって、それでユニクロさんがその時にやられていたのが、SNS を見てると流行が分かるんじゃないかっていうんで、ツイッターをなんか分析したらしいんですよ。多分これ、あの国の審議会で報告したんで、秘密じゃないと思うんですけど、えっと、そうしたらね、面白いことをおっしゃってたのがね、あのツイッターとかフェイスブックとか、あそこで出てくるキーワードをちゃんと分析すると、本当にね、あの流行とね、一致するそうです。 で、ただね、ユニクロさんがおっしゃってたらね、一致は困るんだよね、と。作ってからじゃ遅いので、3ヶ月前にわかんないのって言ってましたね。だから、本当になんかあるものが売れるのと、ツイッターでなんか言葉が出てくるのは、きれいにこう一致するらしいんですよ。だからこれね、3ヶ月前に上がるものはないんですかねっての一生懸命探してるみたいなことをおっしゃってましたけども。だから多分そういうのが、きちっと、あの、できるようにあのなってくるとっていうことかなと思います。 あと、そういう意味だとこの、あのこの後もちょっと例出てきますけれども、あのフードサプライチェーンなんかの場合ですと、えー、やっぱりあの食品ロスみたいなのがありますから、今、工りの方だといろんなデータをあの入れて、明日何を仕入れるかということを一生懸命こう調整することで、ロスをなくすというようなことがあの取り組まれているので、まあ、そういうことをすることで CO2 の削減とまあコストの削減というのは両立してくるかなと思います。でこういうのがまあ8つの分野があって、この最後のえ飛行機とか船とか遠距離運ぶのというのは、これ やっぱりあのエネルギーとか CO2 排出なくして遠くには行けないんだなっていうのは、一番最後の絵なんかを見てると、えー、やっぱりしょうがないのかなと、まあ、物理的にしょうがないなというのは、やっぱりある程度思います。 でそうしますと、えー、グリーン、じゃあ、そういったようなことを、じゃあ、デジタルで、まあ、どうやって実現するかということで、今、グリーンバイデータということが言われてます。で、最近はそれに対して、さらにあのパンデミックも加えて、まあ、COVID-19 のような、まあ、パンデミック対策とグリーンと、えー、それ、両方を合わせて。 えまあどちらも自然だといえば、どちらも自然災害ですので、それをデジタルでどうやっていくかということが、今いろいろ取り組まれていますので、そういうことをご紹介したいと思います。すで既にその私どものような ICT のグローバル企業各社は、カーボンニュートラルにはかなり積極的に取り組んでいます。 で、例えばマイクロソフトなんかは2050ではなくてもっと前倒しして2030年にはカーボンネガティブを実現するということを宣言して、社内体制をかなり、あの例えばクラウドセンターの省電力を進めるとかですね、そういうことをどんどんあの進めています。 えおそらくその創業者の,あのビル・ゲイツ氏が、そもそもこれゼロにしなきゃいけないっていうのを、今、活動の、ビル・ゲイツ氏の,あの活動の中心になってますので、そういった影響もあり、こういった取り組みもしてますし、の他の各社、例えばフェイスブックもグーグルも、カーボンニュートラルをまあ目指していくというようなこと、彼らは2040って言ってたかな、若干、2030でいいのか。 えーまあ、あの同じようなことに、えー、しますし、まあ、アマゾンもそういうことを、えー、アマゾン2040、アマゾンか、アマゾンは2040までに今ゼロ、えー、ネットカーボンニューラルでいきますと、まあ、言ったようなこと。 で、いろんなサービスなんかも見ると、これ、あの、例えばスマートハウスとかスマートホームみたいな分野で、例えばあの、アマゾンさん、アレクサみたいなのがありますけれども、えー、そういうのもエナジーダッシュボードっていうサービスを用意して、えー、エネルギー削減に資するようなことをスマートハウスの中の、えー、サービスとしてこれやってきています。ただこれちょっとね、半分冗談で茶化してるわけじゃないんですけど、僕これスマートハウスの研究でゼロエナジーハウスとか全部やったんですけど、その時にアメリカを調べるとですね、 なんて言うんてうですかね笑、あのー、っちゃうようなことはたくさんありまして、日本で2011年に3.11あってで、その後省電力、エネルギーやらなきゃいけないねっていう、じゃあ、アメリカどうしてるのかなってして、アメリカも省エネルギーであのゼロなんちゃらハウスってやってますって言うんだけども、もアメリカの家で一番エネルギー食うのはないんで、これをやめた方がいいっていうのは、ですねトップに来るのが、ね、温,泉温水プールやめろとか書いてあるんですよね。<laughs> これ当たり前だろうって 日本だとトイレの便座がとかですね <laughs>、あの、ポットのあの、保温とか、炊飯器の保温がある電気食うから、一旦冷凍した方がいいですよとかっていう微妙な話をしてるのに、アメリカのトップに来るのは温水プールやめますからね <laughs>。これちょっとだいぶ違うんじゃないかなと思って。もしかするとこれ、アレクサエナジーダッシュボードも温水プールなのかなっていう気はちょっとアメリカなやつはするんですけれども、 まあただそういう商品なんかをとかサービスをやっぱこういう社も出して始めてますしえそうするとじゃあグーグルもあの OK グーグルでそのグーグルも「あの w much energy a ユー using?」っていうような言葉をちゃんと理解してえいろんなサービスができるようなものを作ったりしてますと。でも日本もですねえあそれはそっか。あの これは昨日入れたんだ。だからちょっとここ出てこないんですけど、NTT さんが、あのー、その通信の、例えば 5G や 6G の、あのー、裏にある機械ですね。 それの,あの配線の部分を、まあ、光化しますと。で、場合によっては少し計算するような部分も光演算なんかもあの最先端の技術を使いながら、えー、光でいろんなことをやっていくと、まあ、かなりエネルギーを減らすことができるというのをこれから取り組みますと。まあそれをやることで今 NTT さん自体の電力消費の、まあ、40%ぐらい減らせるんじゃないかと。で、その中でさらに、あのー、自然発電を、あのー、こう組み合わせることで、えー、ゼロカーボンが NTT さんができるんじゃないかというのう この前、つい先日もあの発表がありましたので、日本もかなりそういったことには、えー、一生懸命、えー、やられてるかなと思います。で、やっぱりあの重要なことは、こういうメガ企業がこういうのに取り組んでいただくということは非常に重要で、えー、なぜかというと、こんだけの経済規模のあるところはこれを取り組むことで、この,あのゼロカーボン実現するためには、多分こんな企業でさえ、自社だけじゃできないと思うんですね。 ということは、そういうことを実現するための商品とかサービスのマーケットが出来上がってきて、そういうための技術をあの調達していくと思うんですね、だそこの、えー、がマーケットとしてやっぱり動いていくとあのいうことはやっぱり重要だと思うので、やっぱりこういったあのメガ企業がですねあのやっていただく社会的なインパクトっていうのは、これ、ゼロカーボンのマーケットを作るという意味で、非常にインパクトがあるかなと思います。でさてその、あのあ、ー えー、グリーンバイデジタルで何ができるか、えー、緩和策としては、まず社会全体の効率化、まあ、DX と言われたり、えー、データ駆動型社会と言われて、まああのー、都市のレベルはスマートシティと言われるようなこと、でまた、あのー、実際に、えー、どれぐらいの、あのー、緩和ができたかということを透明化するためには、まあ、オープンデータであったり、まあ、データを取るための IoT であったり、えーまあ、そのためのプラットフォームのデータ連携基盤であるということが、えー、デジタルでも重要だと思います。 でまたあの IT 自体もデジタル自体もえグリーンにしなくちゃいけないとあのいうことでえ以前からあのカームコンピューティングとかグリーン ICT って言われるようなあのコンピューター自身のえ低消費電力化というようなこともあのあろうかと思いますで僕もこういうのでねびっくりしてあのちょっとどこまで本当かっていうのはあるんですけれども。 あのー、コンピューターは我が業界ですと、例えばサーバーセンターみたいなのがあって、これかなりエネルギー食うってことで言われていて、例えばその Google さんなんかが、えっ、ー、と、大きなサーバーセンター、あのデータセンター作るっていうと、横に発電所を作んないと、 いいいけないぐらい食うって言われるん、ね、ですねだからこれをどれだけ減らしていくかってことは重要だって話があるんですけどもでそうするとそういうサーバーセンターって何で電気くうのかっていうのはコンピューター回すってこともありますけども排熱のための,あの空調とかが結構あのかかるとでその時にだから普通サーバーセンターでコンピュータールームっていうと空調をガンガン効かせて、えー、冷たい中でコンピューターを動かすっていうのが当たり前だと。 思ってたんですが僕、とある、ね、コンピューターの,、ね、の学会の論文を見てたら、あのサーバーセンターで冷房を入れないっていうのが出てたんですよね。で自然対流だけでサーバーセンターを作ります確かな確かグーグルの論文だったかなと思うんですけど、それが出てて、そうすると、サーバーセンターをです、ね、なんかビニールハウスみたいな、かなり開放的な形で作るんですけど、ちょっとセキュリティ上問題あるような気がするんですが、<laughs> ただそういう形で空気の通りをして、その自然排熱だけでやるとで、そうすると何が起こるかというと、あのご想像の通りです。 サーーーバルム60度とか70度とかでも60度でもねコンピューターは動くそうなんですねで60度でもコンピューターは動くだけど故障率が若干高くなる。でもその故障率の,あの損害は多分あの冷房のための電気代より安いんじゃないか なので、えっ、ー、と、予備機を少し多めに入れておいて、まあ、壊れたらすぐひっくり返せるようにして、まあ、温度が気温が高くなることによって、えー、故障率は高まるけれども、それで電気が節約できるのはだいぶいいんじゃないかっていうような、そういうのは技術的に可能じゃないかみたいな論文が、ちょっとそれが本当にどこまで可能かって僕もあんま検証はしてないんですが、まあ、そういう意味だとそういうののあり方なんかも、あの、かなり根本的に変わる。そういうのは新しい、ちょっと技術というのかどうかわかりませんけど、 だから場合によっては、そういうその高温の中でも動くコンピューターっていうのをやることには、もしかするとグリーンなのかもしれないとかですね、まあ、違う方向のいろんなあのイノベーションはありうるなというふうにえと思います。それで適応策の方はこれはある意意味で日本非常に僕あの得意 でだと世界的に見てもあの得意だと思います、あの国土強靭化であるとか、えーで、気候変動、災害に強い国土、まさにこれ、ジイス s さん、ずっと取り組まれていることで、そういう防災や災害の対応をきちっと行っていくこと、またデータを用いて、あの先回り型の、プロアクティブ型の、まあ、人間が避難するとかです、ね、避難計画とか、まあ、そういうことで、えー、きちっとリスクを回避していくとい、まあ、ったような適応策があるということでございます。 でえー、じゃあデジタルで、あのー、少しできることを、少し具体的な事例も含めて、この後ご紹介しようと思いますけれども、まあ、多くは今、やっぱりテレワークということ、で2番目が、えー、無駄をなくす、需要と供給、この前、あの先ほどあのファッションの例を申し上げましたけれども、えー、需要と供給のマッチング。 で最後はやっぱり社会全体の最適化、特にまあエネルギーの最適化、まあまあ、いわゆるこういうことを DX というんだと思いますけれども、でこういうのを少しあのまとめたパッケージで言えば、まさに今、スマートシティで言われていることがこの中に入っているのかなというふうにあの思いますで。少しちょっといろんな例をあのお見せするので、あのいろんなこと出てきますけれども、でまず最初、その。 あのデジタルトランスフォーメーションですね、ここであのこういったことをやるために重要な概念がデジタルトランスフォーメーションということですが、あのここもあの皆様ご存知のようにその、私も何回も言ってますしいろんな方も言ってますけれども、えー、デジタル化とかデジタルトランスフォーメーションというのは、えー、IT の情報技術とかデジタル技術を導入することが目的ではないというわけですね。でそれはあのデジタルに あった仕事のやり方をするということが非常に重要で、またそのそういうことをやらないとデジタルの良さは出てこないと。なので、DX の本質というのはデジタル技術を導入することではなくて、実際は制度を変えること、業務を変えること、そして組織を変えることっていうことが鍵だと。 これを先ほどのグリーンのコンテクストで言えば、グリーンを実現するときに、グリーンバイデジタルといったときに、グリーンのためにデジタル技術を導入することが本質ではなくて、ある意味でグリーンのための制度改革、グリーンのための業務改革、グリーンのための組織改革をするということが本質であって、そこが重要で、それを助けるためにデジタルの道具があるということだと思います。 でそうすると、これ、あの多分私だけじゃなくて、あのまあ、普通のコンサルさんも、ですね DX コンサルって今、すごい流行りだと思いますけれども、これ、ものすごい一般論です、でこれ、ものすごい一般論で、誰でも言う話なんですけれども、ただこれをやっぱりあの、グリーンとかゼロエミッションっていう観点で見ると、これ、デジタル化とか DX っていどうなってるかというと、最後は究極の目標は付加価値の向上なんですよと、えー、お客さんとか住んでる方に喜んでもらうと。 でそうすると、2つに分解できて、まあ、業務を効率化するということと、まあ、提供価値の向上とい、まあ、ったときに、おそらくグリーンに適用するのは、これ、左側の業務の効率化というところ、えーまあ、経済的なことでいえばコストの削減、えー、ということとかね、コストパフォーマンスの改善がありますけれども、この業務の効率化もさらに分解すると、あのー、よく標語のように言われるのは、無理、無だ、無駄をなくせと、無理、無駄無だ、無駄,無駄 をなくせまさにこれ、無駄なくせっていうのは、まあ、ゼロエミッションそのものの話ですし、ムラっていうのは、これ、ムラがあるから需給のバランスの崩れもあるわけなので、だからまあ無理っていうのは、まあ、あの人で、特定の人にあの負荷がかかりすぎることで効率が下がっちゃうので、無理はさせないっていうことですけども、で無理が生じるのは無駄とムラがあるからだみたいなことになるわけですね。だから、DX することでまあ無駄を、むだやむをなくすってことが目的になってるわけですから、えー、無駄をなくすことはグリーンに貢献するし、む、ま、だ、あ 場をなくすことをま貢献していくということなのでそのためにこの前にある制度業務組織を改革していくということがデジタル化 DX をやるときに非常に重要だということになりますで、そのためにはその本当の目的である付加価値とか行動を変えることだけではなくてその下にあるですね 知識やスキルであるとか、まあ、環境、そこには制度とか組織も入りますし、あとは一人一人の方のマインドセット、えー、そういった人と組織の変革をするということがあって、初めてこれ、DX ができると、まあ、いうことでございます。 でまあ、この辺も本当に DX 一般論なんですけれども、えー、アイデアのクオリティを悪ければ、もともとだめなんですが、まあ、人を巻き込めないとか、ここに思考開発の管理ができないとかという課題がありますけれども、まあ、こういう課題をクリアしながら、DX をやっていくことが重要だろうというふうにあの言われております。で私もです、ねこれね、日本でいいいろろ見ていて あのー、これ、最大の課題は何っていうのをよくいろんな方に言われるんで聞かれるんですけども、僕、最近思うのはです、ね、なんかこの場の講演みたいなことでも申し上げたことあるかもしれないんですけど、なんかね、日本はやっぱりね、変えるっていうこととか、改革すること、変えるってことをね、だいぶね、舐めてる気がします。な <laughs> めてるってのはどういうことかっていうと、あの何、ー、て言うんですかね、日本にいるとね、改革できないっていうことを、あのね、情緒的な問題にするんですよね、すぐ。だから ここで DX まない、改革が進まないのは経営者にやる気がないからだ時代遅れだからだみんなあの感覚的な情緒的な話でじゃあ頑張れば改革できるのか <laughs> やる気があってやる気満々だったら DX できるのかそんな簡単なもんじゃないって。 と思うんですよね。で、これね、僕ね、あとね、最近日本でね、あの、Amazon、ま、Amazon にお勤めされて経営者だった、あの、経営層に行った方っていうのに、あの、この前、ちょっと飲んでた、一緒に飲んでたんですけど、その時に、あの、お話が伺ったのは、その方もまあ日本のねあの、バリバリ日本な方なので、その方が Amazon ですごく驚いたことがあるっていうんですね。で、それは何かっていうと、Amazon に行った時に、あのー、日本だと会社の業績を上げよう、 みんな社員一同頑張ろう AAO って日本の典型的なパンルでしょで「何で AAO って頑張ると会社の業績上がるんですか?」って聞かれたって言うんですよ。頑張るっていうことと会社の業績上がるってことが何の関係があるんですかって直感的に全くわからないと。であの会社の業績上がるのは戦略であり戦術であり経営方針でありこれは変わるけど頑張ると何か変わるんですかって言われて目からウロコだったっていうんですね。<laughs> まあ確かにそうだよねって。頑張って解散行政が上がるんだったら苦労しないわなっていう。でこれ僕、改革が全くそうだなと思ってて。で、改革、時代遅れだとか、ここの人は古いとか、トップは頭が古いとか、やる気がないとか、じゃあどうしたらいいのって具体策って一個もないんですよね。具体的な方法論っていう、変える方法論ってない。だからみんな情緒に、じゃあやる気があればなんとかなんのかって。でね、これ字も良くないと思うんですよ。これ字でね。 自分で書いといて言うのもなんですけど、改革とか言って革命ですよね。革命の核なんだけど、これね、やっぱりね、変化ってね、チェンジするってことはね、革命じゃダメ。革命はね、非連続的かつ情緒的なものだと思うんですよ。 だけど変革っていうかチェンジしていくっていうのはあの連続的にしかもマネージメントしながらロジックでやんなきゃいけないもんだと思うんですね。だからここがなんか日本は非常にこう変えるってことになんかフランス革命とかなんとか革命じゃないですけど非常に非論連続的に情緒と勢いでやるものだっていうなんか潜入観念があるような気がしてこれが改革をなんか阻害してるような感じが。 しますねっていう僕が言ってることも感覚的かもしれないんですけどでただアメリカに行くとチェンジマネジメントっていう分野がやっぱ経済の分野がございましてあの変えるっていうことの,あの方法論をきちっと体系化していますまあそういうのはあのスタンフォード大学とか大好きですよねでそこで言っていることはちょっとスライドがないところでこれ申し上げるの何な,なんですけど3つの要素があるっていうにわれていてでチェンジするための3つの要素っていうのは心理学とあと組織論と3つ目が IT だっていうんですね。 で心理学っていうのは、変えるって言ったときには、例えば業務改革するって言ったらこ、のこの仕事いらないよねっていうのが絶対出てくるはずですよね。これは無駄だからやめましょう。で、これをこっちに変えましょう。そうしたら、そこの担当者は絶対反対しますよね。当たり前だけど。だってクビになるかもしれないし、あんたやってること無駄だって言われちゃうわけだから、絶対反発するわけよですね。で、これをどう説得するのっていうね。その現場の説得ができなかったら、絶対、チェンジは成功しませんと。 でそういう方の、えー、とちゃんと説得をするのは、ね、心理学上、技法があるっていうんですね、僕、知らないんですけど、でだから、それを説得する方は、その心理学をちゃんと勉強して、それにのっとって説得しない限ぎり、まあ、絶対現場の反対で全て潰れますよと、まあ、それもおっしゃる通りだなと思いますし、あと組織に関しても、やっぱりあの変えやすい組織のやり方っていうのはあると。 いうことですね例えばこれ DX って言った時でも多分皆さん社内の中非常に苦労すると思うんですけども DX の組織をどうするか DX ぶって作ると大体失敗するんですよね。<laughs> <laughs> DX 部っていうのがあの現場と原価と有利するとうまくいかなくってだから縦型組織か横型組織かみたいな話があって DX みたいなやつは横型組織なんじゃないかなっていうとでも人が分散しちゃうから各科にデジタルの人がいてもやっぱどっから集まりたいよねとそうすると縦型と横型ととと横両方必要かなななみたいな話になるるねそうすると例えば我が東京大学もあの情報系の学問をやる部局って縦型と横型と2つ大学院作ったんですよ。 で東大はね、縦型の大学院を情報理工学研究科っていうのを作って、あの尖ったあの技術オンリーでやるぞと、もう技術すべてっていうようなところを作ったのと、あと私のいる情報学館っていう横型を作ったんですね。横型はすべての部局と関係をして、えー、情報をやっていきますと。で、この縦糸と横糸を両方作るっていう工夫をして、組織、そういう組織論だったわけですね。だからやっぱりチェンジするって組織論があるよねって話ですね。で、3つ目に重要なのが IT で、で あの、すべての業務の裏には今 IT がありますから、勝手に業務変えて、勝手に組織変えたって、IT 変えなかったら何にも仕事にならないわけですね。そうすると業務を変えたら IT も変えなきゃいけない。そうするとコンピューターシステムは変えられるようにできてんですかってことですね。だからコンピューターシステムは業務改革をしてチェンジするんだったら、コンピューターシステムも変えやすいようにしとかなきゃいけない。 っていう話なんかを全部聞くと、そう社長のやる気だけでなんとかなるもんじゃないわけですね、これねだからで、すぐそこの議論だけで止まっちゃうっていうのが、やっぱり日本最大の課題かなっていうのは非常にあの思いますので、まあ、アメリカのチェンジマネージメント、そのまま日本に持ってくればうまくいくとも思いませんけれども、ただ、もうちょっとこの方法論に関して、えー、日本なりの,あの方法論を深める必要がやっぱりあるのかなというのは、あの最近 DX に関してあのいろいろ研究している中で、あの私も思います。 それでちょっと具体的な事例、少し見ていきたいと思いますけれども、まあ、テレワークは今回の COVID-19 のことがあって、まあ、だいぶ普及したからだと思います、あのまあ、メディアでもまあ意外にいけるとか、えー、実施率もえいったという話もあればいかなかった話もありますけれども、ちょっと全体のパーセンテージというと、どこぐらいまでいくか分かりませんが、まあ、ある一定のところはえ定着してくるだろうなと。 えー、で現場の方はなかなか継続したいということを、あなかなかじゃなくてそ、えー、継続したいという方が比較的多いんじゃないかなと、ただ管理する側として、なかなかテレワークは管理できないところもあって、まあ、会社としてはあまりやりたくないみたいなところもまあ多いという話はよく聞きます。 まあ大学はテレワークですね <laughs> もう僕らは授業、これ、いろいろ怒られてるんですけども、いや、授業はテレワークやめられないと <laughs>、なんか思う感じはしますね。教授会も多分あのテレワークが、なんかいいような気がして、うん、あの大学の先生たちと、ちょっとよくないな、これ、録画してるんですよね。<laughs> <laughs> 大学の中ね、仲悪かったりするんでね、いろいろね、顔合わせたほうがいいんじゃないかっていう <laughs> <laughs> あの感じもしないではないですけども、まあ、ただあの、テレワーク、ここのところやっぱり1年、2年集中的にやって、あのー、おそらくテレワークでできることとできないことっていうのが、まあ、だいぶあの皆さん分かったのかなっていう感じはすると思います、得意なことと得意でないことですね。それで、あのこの前ね、Nature にね、有名な論文が出て、それはね、マイクロソフト社が、 あのこのコロナでえ何万人かをあの社員をターゲットにしてテレワークでどんなふうになったかということの分析がえと論文になってましてでそこでテレワークやると人間関係がなんか損になるとか逆に密になるとか,なかいろんな意見があったわけですけどもそれを実証的にえ研究したところですとですねやっぱりテレワークみたいにオンラインにするともともと仲の良かった人たちはどんどん仲良くなるみたいですね。仲良くなる だから仲いい人としてはヨりリルの彼な役なるんだけど全く見ず知らずの人が新しく仲良くなるとかもともと育だった人はやっぱりどんどんソになっていくということで人間関係に非常にムラが出てくるっていうのがそのマイクロソフトの研究だとかなり実証的にまあ確かにこう言われてたことじゃないですか皆さんそうだとなんとなく肌では分かったことだと思いますけれどもそれをそのマイクロソフトさんの6万人だか7万人だかの社員の方の実証的な調査でそれはあの。 あのちゃんと立証できましたというようなことが、えー、とネイチャーの、えー、サイエンサーかなの方の、えー、論文になっていて、えー、最近出てきて今、話題になっています。まあ、そういうので、えーと、いいこと、悪いこともだいぶはっきりしてきたのですけれども、まあ、いいとこもだいぶあるので、ある程度残る、でそれが残ることによって、えー、今回はお題グリーンですから、それに貢献する部分は大きいかなと思います。で、2番目がこの需要と供給のマッチング。 でこれはかなり我々のデジタルはお役に立てるのではないかなと思います。で、えー、と私あの、えー、国交省さんの関係でいうとあの、気象庁で、えー、気象ビジネス推進コンソーシアムっていう、気象のデータをいかにビジネスにつなげるかっていう会が作られてまして、そこの会長をさせていただいてるんですけども、あのそこの中で、えー、重要なあの会員さんであるあのローソンさんがあの、最初のシンポジウムの時だったかな。 にあのご発表あのいただいたものがありまして、今、小売りでコンビニさんで、明日何をどれだけあの仕入れるかっていうことを、なんていうんですかね、それをアドバイスする AI のシステムがもうあると、それで、これは気象の場だと、そこに気象のデータも入れてますっていうことで,で、あ明日の天気、天候、気温によって、コンビニで売れるものっていうのはもう全然違うらしいんですね。 えー、例えば明日雨が降るぞって言ったら当然傘すごく売れますしでその時にあのなんだ傘はね別にいいと売れなかったら取っとけばいいので日持ちするんだけど日持ちしないものが困っちゃうとでその時にねローソンさんがそのこの心ジ事務の場でお聞きした時に何が一番困りますって聞いたら、ね、おそばって言ってましたねおそばってね暑いとあっという間に売れるんだけどちょっとでも気温が下がると全く売れないそうなんですよお、ね、おにぎりとか、ね、お弁当 カツ丼みたいなやつはね、暑くても寒くてもね、そこそこ売れるそうで、サンドイッチとか。だけど、おそばとかね中、冷やし中華みたいなのはもう全然ダメで、だから翌日の天気とか気温によって仕入れをかなり変えないと、で、また暑いとね、あの、欠品になっちゃうそうなんですね。だから販売機会喪失でもったいないと。 でなので、あのー、ここの天気の情報とか、周りのイベントの情報とか、そういうのもエンジンに突っ込むと、あのこれを買ったらいいんじゃないのっていうのが、今までの売り上げも含めて分析出してくれますとで、その通り発注するかどうかは店長さん次第らしいんですけど、なんか年寄りの店長さんは従わないそうで、まあ、自分の勘が正しいと <laughs> 頑張るんだけど、若い店長さんは比較的この通りやられるということをかおっしゃってました。 でそうすると、あのだいぶあのロスを減らせたりとか、まさに受給をうまくこう AI 使って合わせていくっていういい取り組みかなと,、えー、と思います。でねで、多分これローソンさんだけじゃなくて、これセブンイレブンさんも多分同じようなあのシステムをお持ちで、えー、これプレスで出てたんですけども、まあ、受注管理システムの AI でやってるということで、かなりこれ無駄が出ないように受給を一緒にしようというのをやってると。で、話は結構ですね、ここだけじゃ終わらなくって、 で先ほどのこれローソンさんがおっしゃってたのがです、ね、あのー、明日おそばが売れると、まあ、いうことで、暑くなるからおそば売れるということで、おそばの発注を出しても、日本中のローソンからおそばの発注が出てもね、作れない、<laughs> あと輸送もできない。 なので、そうすると、作る方も、輸送する方も、その天気の情報に合わせて、この氷の方でやってる予測と同じような予測をして、生産体制とか、あとトラックのリソース配分とかを、あの、あらかじめやっておかないと対応ができない。 で、そんな話を聞くと、もう社会全体のジャストインタイム化みたいになってきていて、だから小売だけが一生懸命 AI で発注を調整して需給を合わせても、やっぱりサプライチェーン全体でそれをやらないと難しいと。だから生産段階でトヨタさんみたいなところが、あの、車作る時にじっときにジットで、あの、せこそ日本全体の道路を使いながら、こう、ね、あの、 欠品も出ないだけど、あまりも出ないようにしてこう調整するのと、同じことが社会全体で小売りとか、えー、そういうとこも含めて、えー、そ,そのにも半歩、こう足をかけてるような状況に、コンビニさんなんかはもうだいぶなってるんだなということを、非常にこれ、だから、カーボンニュートラルでこう需給関係を合わせて、無駄をなくしていくっていうのは、多分こういう活動を、えー、どんどん政治化していくことなのかなと、えー、思います。 でそういうので、これちょっとあの規模小さくなりますけれども、そういうのを、これ、地方で、これはあのエピアさんってこれご存知ですかね、これ、有名な、あのえー、これ、レストランというか、和食屋だからレストランじゃなくて食堂なんですけど、伝統あるう食堂で、三重県の方にあるエビアさんでございまして、でここに、えー、おもこさんで入られた方、小田島さんという方だったかな、が の IT のむちゃむちゃ IT の方で,で業務改革をしたということなんですけどももともと労働の食堂でまあ高級なものをずいぶんやってるのでまあ無駄なものとか出るとかなり損害とか出るわけですけれどもまあ今までどうもあのその,あのおもこさん来られるまであんまり業績良くなかったらしいんですがそれをまあ V 字回復されるときにまあデータを徹底的に分析をしたと。で、えー 明日お客さんがどれぐらい来るかっていうことをあのデータを使ってきちっと予測をしてで明日売れるものの十分な量のご飯しか炊かないと。 ご飯で仕入れもそれしかしないと、で明日お客が来ないっていうと、なんか、職員さんをもうなんか、有給休,休暇で休ませちゃうそうなんですね、明日お客さん来ないから、もう休みにしたいということで、このエビ屋さん、なんかご自身で豪語されていたのは、多分日本で最もお休みの多い食堂じゃないかなと、<laughs> あの社員の方にとってですね。 っていうふうにあのおっしゃってましたね。で、あと売店があって、で、売店なんかでも、えっ、ー、と、棚のところにも入り口のところにもカメラがついていて、で、で、何人ぐらいの方が、えー、手に取ったとか入ったとかっていう記録を全部取っていて、で、例えば売り上げが上がらないときに、あの、そもそもお店に入ってくる人が減ったのか、で、お店が入ってくる人が減ったんだったら看板が悪い。だから看板を直します。 でお店に入ってくる人数変わらないんだけど、あの売り上げが上がらない。これは棚で陳列してるものが悪いんじゃないか、陳列してるやり方が悪いんじゃないかっていうので、そういうのを全部直すと,というようなことでデータドリブンでいろんなことをやって、えーまあ、売り上げも上げましたし、えー、そういった無駄もなくしたり、まあ、働き方改革にもなっているということの、えー、非常に有名なところでございまして、でその時のデータ解析ツールを、今度、外販を始めたということで、えー、日本の あの各地方の非常に零細の飲食店とかでもこういうものは有効に使えるというようなことがなされています。であと社会全体の最適化ということでいえばまあこれはちょっと手前味噌ですけども、まあ、私のもうずっとスマートビルとかスマートハウスとかやってきてましてこれはあの私の研究室のあるあの大学の建物ですが、えー、これはもう徹底的な IoT ビルにしまして。 あのデザインはちょっとこれ見ていただいたように、これ熊健吾先生やっていただいたので、かなり変わったデザインというか、この表面の木であるんですけど、これ多分、あの、国立競技場と同じだと思います。国立競技場と同じ時期にこれ作っていただいたので、えー、同じような感じなんですが、まあ、木でえなんですが、中は徹底的に IoT 化しまして、 えー、中にある、あのー、センサーもたくさんつけましたし照明空調エレベーター、えー、全部 API をつけて、えー、それの制御のプログラムが、えー、と学生も自分で書けると、まあ、いうことになっていますので例えばもう人感センサーなんかも当然あるので、あのー、人がいない部屋大学なんかだと学生電気つけっぱなし冷房つけっぱなしでそのままいなくなっちゃってっていうことはもうしょっちゅうっていうか。 まあそれが普通なので <laughs> あのちゃんと人数があの人がいないことが人感センサーで検知されてたらあの空調は夜6時にはまあ必ずも切っちゃうとかまあ電灯も切っちゃうとかまあそういうことのアルゴリズムを思いつくとあのセンサーと空調の機器を連動させるというプログラムを1日で書けるので。 でそういうのいろんなのを試して、あの省エネにあの徹底的にまあ寄与していると、まあ、いうようなことをここであのやっておりましてで、普通のこれね、空調は空調だけのシステムでやってると、得られる情報が空調から得られる情報だけなので、あのできる省エネのアルゴリズムも限られるんですね。ところが人感、スマートビルにして、人感センサーであるとか、場合によっては照明のデータとか、そういうのが分かると、そこから得られる情報でできる制御っていうのは、まあ、かなりいろんなことができます。 そそれこそその照明と空調を同期させていれば、電気消したけど、空調を消さなかったんだよねなんていうのにも全部対応できますし、そういうのがあのあの私のビルなんかだと全部やって、ですね、かなり省電力ができるようにえとなっているので、これ、スマートハウス、スマートビルなんていうのはまああの有効かなと思います。で、実際にあのこういうエネルギーダッシュボード、私のところもありまして、全部見える化ができて、ああ操作もここから全部できるようになっているというようなものでございます。 であと、これ、最適化っていう意味ですと、あのー、これはどちらかというと、交通の方の最適化で、これはかなり経済合理性と、えー、これはもしかしたら、このエネルギーとか、あのー、二酸化炭素排出の最適化ということにもつこなこがるというものですけれども、まあドコモさんでやれて、これ、AI タクシーというもので、えー、これ、例えば、あのどっかで、あのー 集中号とかゲリラ豪雨があれば、ゲリラ豪雨のあったところはあの、たくさんタクシーのお客さん乗りたいということが出てくるはずですし、あの中央線で地震事故ありましたといえば、ホームで人が溢れてますからあ、駅で人が溢れてるので、そこにまたお客さんたくさんいて、あの鉄道会社側としても、あのそれ、人をあの拾っていってほしいというふうに思うわけですから、まあ、そういうデータを全部インプットして、えー、ここに行くとお客さんがいそうだよということを AI で予測して、 ドライバーのの方にお伝えするというのがこの AI タクシーですねでここでは人流データとかタクシーの走行データとか、まあ、先ほどの気象データなんかもあの使うことができるので、まあ、これで、えーとまあ、タクシー効率化すればですねもちろんあの営業上も非常にいいわけですけれどもあのお客さん乗せないで無駄に走る量も減らすことができますので、まあ、ある意味ではかなり最適化ができると。 でこれもあのやってる方にこうお伺いしたところですと、まあ、確かにねこれね聞いて発想としては、まあ、いろんなデータがあってこの辺お客さん多そうだなって予測してそこに人を送り込めば、まあ、タクシーを送り込めば、まあ、うまくいきそうだなっていう原則論はそうなんですけど。 やっぱりこれ、サービスにしてみると、まあ、サービスのコストに見合うぐらいの大きい利益とか、効果が出るかっていうことっていうのは、えーま、だなかなか予想の精度もあるので、えー、なかなか苦労されたというお話はお伺いしました。ただ、そこがかなり解決されたので、今はあのこういったあのサービスとして、えー、成り立っているということでございます。で、こういうのをタクシーであっ,ったり、バスであったり、いろんな取り組みがなされているかなと思います。 あと、これはあの私のこれ研究室でえやっているものなんですけれども、これは物流を効率化するということで,で、不在配送ですね、不在配送で再配達するというのは、これ、日本特有のえものなんですけれども、ただ日本は高いサービスビリティで、これでやっていて、大体、これ、コロナの前はなんですが <laughs>、コロナの前は2割ぐらいが不在配送だったそうです。 で最近、ちょっとねこの研究やっていい成果出た割にはね最近コロナになっちゃったんで皆さん家にいらっしゃるんですね。<laughs> 不在率がねちょっとねあの結構あんまりなくそう皆さん在宅するようになってきたというのはちょっとあるんですがまあそれでもまあ2割でかなり大きかったんですね。今、電力メーター例えば東京電力管内だったらえともう2020年度ですべての家のスマートメーター化が終了してますので。 あのそのデータを使うと、家のいるいないが分かりますので、その情報を使って、在宅の方にしか、在宅のところにお届けするということによって、これ、不在配送をえのかなり、うちの研究だと90%ぐらいは減らすことができると、だからピンポーンっていって、前は5件に1件留守だったわけですけれども、ほぼそれがなくなるということはえ達成できると。 ただこれも自分たちでやりながら思いましたけれども、今まではあの不在配送の件数をあの減らして、えー、まあ利益が上がるようにって考えてたんですけども、えー、そうすると、ただ若干ですね、車の走る量は増えるんですね。あの順番に回っていった方が走る量は減るんですけど、ただ荷物を下ろして、こっち行ったら。 あの、いなかったんで、また荷物戻してっていう人は結構大変なんですけど、手間かかる。で、ところが、こう、いろんなところで、あの、いるっていうことでやっていくと、あっち行ったり、こっち行ったりっていうのがあって、あの、車の走る量は結構増えてたんですが、だからそういうのの、こういうの不在配送の、それもアルゴリズムなので、じゃあ、その、えー、走行距離を最小限にする、えー、問題解決っていうことで、あの、問題解くこともできるので、だから今度は、例えばそういうことをやると、 あのどれぐらい走行距離数を減らせるかということで、グリーンにどれぐらい寄与できるかとまあいうようなこともできるんじゃないかなと思っています。で、これは今、横須賀市で佐川急便さんと一緒にさせていただいてます。これね、これね、横須賀市で言ったらね、これは絶対やんなきゃいけないなと思ったんですよ。これなんでかっていうと、あの、横須賀市って、あの、軍港があって、戦後に、あのあ、の米軍来てできたので、あの、米軍の兵隊さんのための、あの、住宅を作るために、急に造成したんですよね。 で、造成したから、あの、軍の基地に近いところって崖なんですけど、崖のところにね、山のように住宅作っちゃったんですよね。で、そこが今、いろんな方が昔から住まれていて、お年寄りになられていて、階段300段とか上がるんですよ。で、階段300段上がって、で、台車使えないんですよ。で、上がってって留守で再発されたら、これ大変ですよね、これね。で、 だからあのいやそこ、再配達ちょっと大変なので、ぜひこれやってくださいっていうので、そういう雇っていう地域に、あの雇っていう,こう名前の付いた地域なんですけど、まあ、そのようなところでこういうのをやらせていただいています。あと、えーですねまあ、効率化するという意味だと、まあ、データ使うので有名なものですと、ちょっと特殊な状況ですけど、まあ、除雪、まあ、雪国で。 えどこが除雪が終わったのかっていうことが、簡単に今、除雪車に GPS つけて、その動いた軌跡をオープンデータにすることで、どこの除雪が終わったってことがすぐ分かるので、そうすると、これ、カーナビなんかと組み合わせれば、ここは除雪終わったからっていうことで、最適なルーティングをま組むことが、雪の状況でもできるようなものですね、そういうサービスがあったり。 であと、あと私結構やっぱり重要だと思ってるのが、社会全体でよく動脈と静脈って言ってるんですけれども、もの物が地下資源で取られて、工場で作られて、売られて、最後、利用に供するまでに行くのが、分あの動脈で,で、そこで使い終わって、ゴミになって、清掃工場に行ったり、廃棄されて廃棄物になったりというところが、じゃあ、静脈だとすると。 多分社会全体、動脈の量と静脈の量の物流量は同じはずです。で、そうした時に我々のこういうデジタルの技術っていうのは、比較的お金になりやすいこの、この動脈の部分にだいぶあの注力するわけで、あんまり静脈のところが顧みられないところがありますけれども、やっぱり今回のグリーンっていうことを考えると、この静脈にかなり注目するってことは重要かなと思ってますし、そこにあのデジタルは随分生きるのかなと思ってます。で、これなんかその先ほどの車の動きの、あの、 動脈側の物流を効率化すると、さっきの佐川急美さんの、あの、えー、は、具材配送の例になりますけれども、例えばゴミの収集の車の効率化っていうことで言うと、これ多分ゴミがですね、集めるときに、多くのゴミが、 出るところを最後に集めた方が効率的なんですね。最初は少ないところで集めてって、最初から多くのゴミ積んじゃってから回ると、やっぱガスかかるので、まあそういう意味でどこにゴミがどれぐらいあるかっていうことをちゃんとデータでやってから効率化するといいと。まああのいうようなことで実際実験を行われたりしますし、えー、またあのー、 ゴミ、まあ、であふれそうになったら回収にするというのは効率的にできるように、これはうちの研究室でやっていることなんですけれども、ゴミ箱にセンサーをつけて、えー、公園とかいろんなイベント会場とか、そういうところでどこでどれだけのゴミがあるというのをリアルタイムモニタリングしながら回収すると、えー、有効にできるんじゃないかと、えー、いうことで、今、これわれ千葉市と一緒に実験しているんですけれども、あのー、こういうのもやっています。ゴミ、まね、を自動分別すると えーいうのも AI がだいぶできてまして、ここにあるようにですね、まあ、ゴミ箱分別しろ,のしろと言っても、まあ、人間やっぱり弱い生物ですので、ゴミはやっぱり一緒に捨てちゃう人が多いと思うんですけど、それだったらこれ機械であの判別できないのっていうので、えー、例えばベルトコンベアのある乗ってるもので、これは何っていうのを AI で分析して、まさにこういうのはあの機械学習が得意ですので、 分別をコンピューターで行うと、そうすることでリサイクルの率を高めたり効率化したりとか、そういうことにもこれ、期することができて、なのでちょっと動脈っていう視点からちょっと静脈っていう視点を持つと、実はやられてないことがたくさんあって、まだまだやるべきことがあるかなと、デジタルでやるべきこと、まだまだあるかなというふうにと思っています。あああととまだまだだるるんでですけど交通の最適化であるとか あと、そうこれも結構グリーンに効くと思ったんですね。えー、農業でこれ農業だからあのトマトはこれ野菜作るんでこれだってあのねあの二酸化炭素吸収してくれそうですけど、世の中そうそうでもなくて特にこのあの今ここで出てるようなあの園芸農業の場合ですね。えー、これハウスの中でこれトマトですけどこればーって作って日射が 強いと、これ何が起こるかっていうと、閉じた空間の中で日射があって、光合成が起こると、このハウスの中の二酸化炭素、すぐなくなっちゃうんですね。で、二酸化炭素欠乏状態になって、二酸化炭素欠乏状態になると、光合成ができなくって、できないと。で、そうすると、ビニールハウスの横って、ボイラーがあって、二酸化炭素を作って、この中に供給するんですよね。わざわざ燃やして二酸化炭素の中に入れると。 でこれ野菜を作る側の立場になると、ね、ガンガン燃やして、ね、ガンガン入れればいいんですよ、で二酸化炭素の度高くすればで、外に全然漏れても気にしないというので、これ、経済合理性だけから言ったら、ガンガン燃やして、ガンガン入れるようなんですね。 なんだけどでもやっぱりビニールハウスから、ね、せっかく緑を作ってるのにそこから、えー、と二酸化炭素が、ね、たくさん出てくるっていうのはさ話違うだろうということなのでそうするとやっぱり必要最小限の量でかつ生育に十分な量っていうのをちゃんとセンサー等で検出してで翌日を日射量によって あの、必要な二酸化炭素量違いますから、だから翌日の天気予報のデータに合わせて二酸化炭素を作って、えー、漏れないだけ必要な量だけをまあ入れてあげると、まあいうようなことが、これ農業でもこれ必要とされてきます。で、あと、まあ、 えそうですね、水産業とかまあいろんなことでも同じようなことがあろうかと思います。で、今言ったようなサービスをまあ統合化して、効率的なあの都市づくり、ちゃんとグリーンにも優しいものっていうと、これスマートシティになってくるわけで,で、今、の私の方もずいぶんスマートシティっていうのはいろいろ取り組まさせていただいております。なので、よくグリーンバイデジタルのキー,あのキーになる取り組みは、よくスマートシティだっていうようなことは言われますけれども、それはあの今までいろいろご紹介させていただいたようなものですね。 ああいうのを多分パッケージにするとスマートシティということになるので、まあなんか一言で言えば、あのグリーンバイデジタルであの重要なあの取り組みをスマートシティということになろうと思います。 でちょっとこの後はあと、普通のスマートシティとかです、ね、あの今みたいなグリーンバイデジタルに資するためのデータという話になりますけれども、あとあの10分ぐらいですので、今までもこの辺はよくお話ししている話なので、最後そこをバっとお話しして、最後にしたいと思います。そうすると、やっぱりこれスマートシティ重要だということですけれども、もう今、いろんな事例もご紹介しましたように、スマートシティ日本の中では、 えーまあ、定義、いろいろ難スマートシティ何かという定義がいろいろ難しいんですが、えー、いろんな取り組みがなされて、えー、います。 えと有名な、今、スライドで出てますような、国際的にも有名なところでえスマートシティ取り組まれてますし、国内でも、例えばこれ、今年度のスマートシティの事業の採択している自治体がまあこれだけあるわけですけれども、だいぶ本当に浸透して、日本のさまざまなところでえスマートシティというお題目の取り組みをずいぶんやっていただいているかなと思います。で、今ね、ちょっとどうなっちゃってるかっていうのがちょっとあるんですけど。<laughs> あんまりちょっと茶化している場合でもないんですけど、スーパーシティ、あの31大自治体からもまあ提案があったと、まあ、あのいうことで、えっと、実はこれ私自身もここの小田原市のスーパーアーキテクトを拝命して今やっておりますけれども、あのこのスマートシティを、えーまあ、規制改革も含めてですね、えー、さらに少しパワーアップしたような施策として、こういうものも取り組んでいるわけです。 で、その中で、まあ先ほどもエネルギーに資するような、社会の効率化に資する取り組みもたくさんありまして、で、ここにあるように少し分野も分けてみると、まあ日本の中だとスマートシティかなりもういろんなことはやってるかなと思います。で、サービスもこう上げてみると、特にまあスマートフォンで民間企業が提供できるものなんかは、まあかなりやっておりまして、そういうと日本の中だとスマートシティに関して、あの、どういうことをやったらいいのかとか、どういうサービスが有効なのかってことに関しては、 まあ普通に考えてや,るやれることはすべてもうやったかなという感じはしますただ、日本の場合これらが何のあのんていうんですか、ね、あの調整することもなくあのそれぞれがバラバラにシナジーもなくやっているので多分ちょっとこのままやってるとあの破綻するんじゃないかなと、えー、コストが下がらないとかサービスを高品質化することができないとかそういうことはあると思います。 で例えば、それの1個の例なんですけれども、あのこれ、国でもかなり問題になってしまった、あのコロナのえ追跡のためのえココアでしたっけ、あのこの上のありましたよね、これがうまくが動かなかったとで、動かなかったことの1つの原因っていうのが、これをが使ってるサービスの追従のバージョンアップに追従できてなかったと。 いうようなことがあるんですね。で、これどういうことかというと、これスマート、まあ。 ああいうココアみたいなのも都市の一つのスマートシティのサービスだと思うと、あれを作ろうと思うと、いろんな実はサービスを利用して作ってるわけですね。当然インターネットも使うわけだし、えー、携帯電話も使うわけだし、えー、で、Bluetooth とかいろんな使ってるん,んとかいろんなものを使いながら作るときに、そっちを使ってる道具もどんどんバージョンアップしてるわけですね。で、全然、あのー、連携せずに変わっていくと。で、それを全部ウォッチしながらメンテナンスをし続けないとちゃんと動かないと。 それをすべてのアプリがそれをやらなきゃいけないと、これ絶対どこかで破綻してしまうので、やっぱりその真ん中のところに、何らかのこう共通プラットフォームみたいなのがあって、やらないと、あのー、クオリティ上げていくことっていうのは極めて難しいと思います。で、これ、あのえっと、この皆さん、ちょうとお聞きの皆様のような、インフラを管理されている皆様も、実感されていると思います。 今まで例えば橋梁を管理する道路を管理するいろんなデータベース作られてきたと思います。で全然連携してないので例えばあのそういう管理するデータベースがすでに30個か40個あってでお互い口出し検索もできずデータベースから連携できずメンテナンスとかどうするんだというようなことが。 あの多分こちらの分野でも大きく課題になってたと思いますし同じようなことを金融の方々に聞くと「ああそれは100個ぐらいならいいですね」とうちは200個も300個もあるんですよ」みたいな話で全然連携しないんですよねみたいなことにすでにこうデジタルの導入が早かった分野デジタルの導入が早かった分野はすでにそういう失敗というか苦労をしてるわけですねだからこれから都市でスマートシティやっていくっていう時に当然同じことになるっていうのはもう過去の経験で明らかなので。 だからあの、えっと、スマートシティで重要なのはアーキテクチャですね、何を作るか、どういうサービスを提供するかっていう段階ではもはやなくて、スマートシティをどう作るのかと。 その作り方をそろそろ考える、それ第二フェーズに行かないといけないかなと思います。で、その時の作り方の、まず基本設計図になるのがアーキテクチャーってもので、で、今までは日本の中で、このアーキテクチャーすらもなかったんですね。なので、2年前には私の方で、あの、SIP のお金使って、あの、少し作ったんですけれども、ただ、世界は、この都市 OS とかですね、この世界、あのスマートシティのアーキテクチャ、どうするかってことは、あの、激しい競争にあります。国際標準化団体の中でも多くの議論がなされて、 企画の設立がどんどん進んん進ででいるところです、まあ、なので、冒頭でご紹介させていただいたように、私の方でもあのスマートシティのリファレンスアーキテクチャ、これがあの先ほどの国の,あのスマートシティやスーパーシティの,あの施策の,あの基本になってしていただいてますけれども、そういうものを作り、スーパーシティのアーキテクチャとか、ああマースのアーキテクチャにそれを少しあの部分化してやったりとかいうのが必要です。でまあこ,こでススマーートシティのサービスってどういういうにあるべきか とことの全体像ですねその戦略とか、えー、ポリシーとか、ね、まあ、そういう一番上位レイヤーはそういうところから始まって、えー、最終的にはスマートシティのまハードウェア出るアセットまで含めて、えー、どんな要素があってお互いどんな関係があるのかってことをきちっと定義するという全体像をきちっと描いたところからまず始めることが重要ですと。で,、えー、でそれをプラットフォームにしていったものが都市 OS というものであの先ほど少しあのここは例もお出ししましたけれども、えー あの都市サービスで共通する部分はプラットフォームにして共通で使えるようにするということでコストも下げてサービスのクオリティも上がるようにするとでメンテナンス等もアプリケーションのメンテナンスもしやすくするというやり方をスマートシティの中でやっていかなければいけませんよということを最近ずっと私の方ではこう申し上げさせていただいているとまあいうことですで。なんでだから先ほどの,あのちょっとあのここあってあ,のあ,のあんまり具体名出してあのよくなく言うのはあんまよくないとは思うんですけれどもこれで見ていただくと これ、例えばあのスマートシティのサービスを作ろうと思うと、これだけの技術を使わないとできないんですっていうものの,あの例で、これ、例えばあのスマートシティでセンサーを置こうと思ったら、この左下のです、ね、エッジサイドテクノロジーになってますように、ちっちゃいコンピューター必要ですよねで。ちっちゃいコンピューターのボードもあれば、これも当然 OS もあれば、ソフトウェアもあって、言語もあって。 で、データで出てくるとデータベースが必要で、その上にデータベースの例が書いてあって、で、その上にそのデータベースからのデータを、えー、皆さん分かるように Web の形で出すためのウェブのシステムがありますと。で、それを動かすサーバーサイドの、えー、Amazon があったり、Azure があったり、えー、そういうものがいろいろあり、お金を払うとペイメントがあり、でペイメントだって何種類もあって、 それでビッグデータを扱うためのビッグデータのデータベースがあり、ブロックチェーンがあり、AI があり、えー、機械を動かすためのロボットがあり、タグとかビーコンがあり、通信がありと、た、まあ、多分皆様、1回は聞いたことあるようなものですけど、一堂に並べてみると結構大変なことになっていて、この上にソフトを作ったときにです、ね、今ここにアイコンが出ているものが全部個別に今、独自に進歩しています。全部バージョンアップしてます。で、これを使わないと作れない。 だから、一発作るまでは都市サービスって作れるんですけど、メンテナンス大変ですよ、これ。だから、こういう状態ですね、膨大なプラットフォームの組み合わせで、いろんなものができてくるので、だんだん数増えてくると追従できないので、やっぱりなんか、こう、真ん中で吸収してくれる層がないと、ちょっとね、長期的には非常に難しいんじゃないかなと。 えー、思っていますし、そこでなかなかうまくいかない例なんてもすでに出てきているとまあ、いうことですね。だからそういうことがあのあることによって。 えーまあ、そういうのももう、あのー、世界各社はそういうことにもどんどん取り組んで、えー、都市 OS っていうもののサービスとか製品を出すようになってきてます。えー、なので、まあ、そのための機能でどんなものが必要かってことももうだいぶあの分かってきているところもありますので、えー、で日本もだいぶこことも,もう取り組んでますから、世界に遅れてるってことは僕ないと思います。 あのー、他の国と比べて、じゃあ、日本のスマートシティの作り方がむちゃむちゃ遅れてるかというと、いや、全然そんなことはないと思うので、まあ、どんどん頑張っていくことが重要かなと思いますで。日本でね、一番良くないのは何かっていうと、すぐ辞めるってことですね、これが一番嫌い、本当はただね、僕、子供の時はね、学生の時はね、逆教わったんですよね。アメリカは短禁止ですぐ辞める で日本は比較的長期的な観点で短期的な利益はちょっとダメなんだけどでも長期的にコツコツやってるのが日本だって僕、学生の時き教わったんですけどねいつの間にか,なんか逆になっちゃいましたね <laughs> 日本禁止眼的ってですぐ死の谷が乗り越えられなくてやめちゃうっていうだからこれスマートシティもこれ都市ですからね都市計画だから僕らの IT のような分野とはだいぶ違ってやっぱり長期レンジのものですからスマートシティ流行ってるからといってここ23年やって終わりって言うんじゃあ何の効果もないと思います。 やるんだったら、やるって決めたんだったら、やっぱり10年、20年続けるっていうことですね、続ける方がはるかに大変だと思います。で続けるためには、あのなんていうか、死の谷っあんまり経済的に良くないときででも、あんまり儲からなくても続けなきゃいけないわけですから、そのためにコストも払わなきゃいけない、人材も使わなきゃいけない、だからそういうことをあのやって続けていくっていうところを乗り越えるという方があが大変かなと,、えー、と思います。 でその時に、今、この都市 OS って言ったときに、これ、重要になってくるのが、例えばあの通信のインフラとか、そういうものはもうすでにだいぶ確立してるわけですね、インターネットもあり、5G、6G、これからもやっ,てやっていくこともあり、そうしたときに、この,あの都市 OS って言ったときに、今、全くないパート、ない基盤は何なのかっていうと、それがデータ連携なんですね、データの基盤はないですよね。 あのー、多分皆さんね、通信しようと思ったらね、携帯電話いクラウドもあるし、w i f i もあるし、それを使えばいいわけですけども、データの基盤って今ないんですね。だから都市 OS をやるときによくデータ連携、重要だってことをよく言われると思うんですけども、それはなぜかって言ったら、この都市 OS を構成するパートの中で、今現在ないものがデータだからなんですよ。あとはね、組み合わせることができれば、まあ、一応あるんですね。 だけど、データはないので、それはこれからやっていかなきゃいけないということで、それはスマートシティだけじゃなくて、まあ、あらゆる産業分野でそれは必要ですというので、でこれももう手前味噌の話なんですが、まあ、私のほうで今、データ EX という、えー、分野間データ連携基盤の構築の推進をしていて、その日本のデータ基盤を作ろうということをやっています。でこれがそのあの私やっているそのデータ社会推進協議会という一般社団法人を作りまして、でそこの中で、えー、ビジョンとしてデータの利活用でイノベーションが持続的に起こる 世界を目指そうということ、まあこれからの情報社会ですね、イノベーションを起こそうと思うとデータは絶対必要ですと。で、お金のある人、資本力のある人だけがデータを利用できるんじゃなくて、誰でも利用できるようなそういうあの基盤をきちっと作ろうと、まあ、いうことをあの協議会のあのビジョンにして今進めています。だこれですね、データのやり方によってイノベーションが、えー、持続的に起こる。 でそれをですね、この上にあるイノベーションの民主化というふうに僕ら呼んでて、いつでもどこでも誰でも、お金がなくても、お金があっても、ちゃんとデータを取り出して、イノベーションに資することができる、そういうインフラを国内で整えることが、やっぱり国際競争力の源泉だろうと、まあ、あのいうことです。 で、その時に、実は分野ごとのデータっていうのはそこそこ集まっていて、日本縦型社会で縦型良くない良くないとかって言われるんですけど、いや、そんなことはなくって、縦型の良い,いとこもあるんですよ。縦型の良い,いとこは何かっていうと、縦の中の結束強いですからね。これは、それは、だって土木の結束の強さとか、ちょっとコンピューターはあんま結束したいんですけど、<laughs> 医療の結束があるだ。そうするとその中では、あのデータ、 で結構溜まっってたたりりとかあすするんですねで日本の場合、課題は縦型だから分野を超えて何もできないというのがあるのでだそこをつなぐ接着剤を私たちやりましょうというので、まあ、ここにもあのエネルギー、インフラ観光、交通、防災行政製造、農業、医療なんてありますけれども、まあ、こういうそれぞれのところであるものを緩やかにつないで、まあ、仮想的に1個に見えるような、まあ、そういうことをやりましょうと。 えどこかにデータ全部集めるんじゃなくて、えー、分野をつないでいくことをやろうということで、えー、そういうの連邦型っていうんですけども、まあ、そういう形で日本の基盤を作っていこうというふうにやってまして、えー、こういうふうにあらゆる分野をつなぐようなインフラを作り、えー、まあこの絵もそんな感じなんですが、その上でデータ取引市場とか情報銀行、基盤データの整備をやり、ルールとしてのデータの利活用、ルール、知財戦略、えー、個人情報保護みたいなことの整備をしてで、こういった制度とプラットフォームを合わせて、まあ、データ 連携基盤ととししててきちっと確立をして国際協力もしながら進めていこうというプロジェクトですね。で、これ、海外とも連携するというのも、実は私の方でもだいぶ今、ヨーロッパとの連携も始めております。で、これ、組織を作って今、私、会長になって、今、140社ぐらい入ってやってますけれども。で そういうデータ EX で基盤を作っていくというところが、このデジ,デジ調のですね重点計画の中でも取り入れていただいて、位置づけられてますし、えー、包括的データ戦略の中でもデータ EX でこういう共通機能を提供するというようなこと、あとこれ、科学技術イノベー,ケーション計画のこれ第6期のやつですが、まあ、そこの中でもわれわれの活動をえ位置づけていただいたりということで、えー、日本のそのデータの基盤になるものを目指して、これをやっております。えー それが、先ほどの都市 OS の中にも取り込んでいかれるものだと思いますし、でこういうものがあって、全体のサプライチェーンの中のデータの共有とか流通ができるようになりますので、必ずやこのグリーンバイデジタルを実現するための重要なパーツの一個になるとやっておりますので、でまだまだ完成してはありませんので、今構築途中なので、またその進捗具合に応じて皆様にもいろいろご紹介させていただいたりとか、今後していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと5分ぐらい過ぎた感じで ですけれども、えー、以上でございます。えっ、ー、とどうもありがとうございました。はい、小島先生どうもありがとうございました。それではですね、あのご意見ご質問意見交換を始めたいと思います。えー、っとなんだっけ、質、え、問、ー、の,の質問とあとチャットで。えー 参加チャットっていうんですか、そのえー、チャットでも受け付けますので、えーこ、こちらに出てくるんだっけね。<し>ここまず、じゃあ、室内の方優先でいかがでしょうか。 すいませんあの、技術調達政策グループということで、技術政策、またあの調達政策の関係の、うん、仕事を担当してます、コナミと申します。あのー、2点ございます。1点は、まあ、一番最初に、えー、大体 DX 部というのを作るとうまくいかないんですよね <laughs> とお話がありましたけれども、えー、多分この議論は内部で何百回もされたと思うんですが、デジタル庁が、 まあ霞ヶ崎から見るとスーパー DX 部なわけなんですけれども、それがうまくいかなくないようにするための工夫みたいなものを、インナーの中で議論した結果がありましたら、ちょっと教えていただけるとありがたいですというのが1点、もう1点は、一番最初このデータ社会推進協議会のメンバーの方を見せていただきますと、我々国交省に馴染みの深い土木建築系のメンバーがあまりいないなと。 これはあのもしかしたらこの j i スとしても何か,あのかつおこうしおいろいろな人を巻き込むお手伝いができる可能性があるのかなと思って見ておるんですけれども何かあのその点ご指摘がありましたらぜひお願いしたいと思います。以上でございます、はい、これデジタル庁がどうやったらうまくいいか僕も内部の人間ではないので、えー、なかなかそう 公開の場でなかなか乱暴なと申し訳ない立場ではありますけれども、たださっきの縦横っていう意味で言うと、あれですよね、デジ庁っていうもの自身が、あの、ですかこうまあ横型の組織であることはまあ確かでなんですけども、分あの僕、一番違うところで言えば、 あのやっぱり前束ねてたものが内閣府の IT 室だったわけですけれども、やっぱり IT 室ってお金もなければ権限もないもので束ねようとしていたところに、まず根本的な無理があったので、やっぱりそれなりに予算措置がなされて。 あのそれなりに権限が与えられ、で今回の組織の作り方でも、まあ、トップ首相にしたということで、だから各省庁と横並びではある種ないわけですよね。そうすることで、えーと、パワーバランスを作ってるっていうとこの工夫っていうのは、まあ、ちょっとうまくいくか分からないんですけど、当然。 ただ、それはやっぱり今までの IT 室の在り方とかを見ながら、だいぶ工夫はなされたと思うので、まあ、まずはそれでどこまできちっといけるかということで、多くの結構人事的な実験、実験って言い方がないですけど、新しい試みはたくさんやってますので、もう民間の人がものすごくたくさんいる。 でだからそれは期待もあるけど不安もあるのもこれ当然でございましてでフルタイムじゃなくてパートタイムもたくさんいるというようなことあと上の方でチーフアーキテクトって言われている方々はもうかなり民間の方が多くってで全体のまずデジタル感自体も石倉先生が。 え民間からあと、えー、チーフアーキテクトって言われてるのは僕なんかからの仲間の,あの東大の江崎先生が、あのー、アーキテクトの全体のトップのチーフアーキテクトをやられてて他のアーキテクトの皆さんで、まあ、設計のさっきのアーキテクチャを中心にやっていこうっていう人もみんな民間の人が入って、あのー、やってるんですね。えー、なので、えー、そういう意味では今までの役所とはだいぶ違うやり方をとっているので。 えー、そこはだいぶ工夫したと思いますのでぜひそのチャレンジを、あのーまあ、成功させていただいたりあとはねその一旦それでスタートした、えー、と軌道修正を僕はどんどんした方がいいんじゃないかなと違うと思ったことはやめてまた新しいものだ今作った体系がやっぱ完成形じゃなくって新しいことも多分どんどんやった方が新しい体制これからも新しい体制 にするっていうチャレンジをした方がいいと思うし、あの、ここがまずいと思ったことはすぐやめてっていうようなようなダイナミズムが、あの組織の場合はあった方がいいんじゃないかなと思いますけど、やっぱこれからだと思いますけどね。はい、いや、期待はすごくしたいと思います。はい。あ,あと、j i スさんですね。でね、そうそう。で、まだね、もともとこれね、IT 系の団体から始まっているので、えー、確かに IT ベンダーさんみたいなのが非常に多いんですね。 であと,、えー、と、そういう意味でこれからいろんな分野の方々をここに入っていただくようにしていこうとしてますので、あのぜひあの、ジャイさんもあの加盟いただけると大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。あ大変ありがとうございました。あのえー、今、道路政策グループの総括やってます、牧野と申します。あの情報学科の時は大変お世話になりましたで 私の質問というかですね、私も ITS という分野であのアーキテクチャとかそのプラットフォーム作りみたいなのに関わってきたんですけど、やっぱりプラットフォーム作るって大変だなっていう,、うん、こう思いがありまあの、作るのに大変苦労したという思いがありました。うん、でその まあ理由も、まあ、当時 ETC を、まあ、あーベースに展開 ETC をこう拡張していくっていうプロジェクトに参加したんですけど、うん、ETC の時代はまだあの通信要するに無線のデジタル化もできてない時代にその通信の規格 からまあ作っていくっていいくとうなことを含めてでまあその通信が何で必要なのかみたいなところをアーキテクチャを整理して関係者の共通意思を整えてでやっぱりこういう通信がいるよねみたいなところからこう組み立てていくみたいな生みの苦しみがあったわけなんですけれど今だとですねスマホの iOS がおそらく結構な緩衝材っていうか先ほど先生が言う都市 OS の一部を担っていただいてスマートフォンに通信から まあいろんなまあこのデータ連携の iOS がほとんどこう吸収してくれて決済まで含めてですねまあいろんなサービスを提供してくれてまあ今だかあスマートフォンがあれば。 対外のことができる世の中にこうなってきたのかななんて思うんですけれども一方あのプラットフォームを作るとなるとですね、まあ、こういうデファクトを使うっちいう案もあるんですが、まあ、先生の構想されているこの都市 OS みたいなものをこうインストールしてプラットフォームを作るとなるとですね結局そのプラットフォームを維持するためのコストみたいなのをどういうふうに捻出するのかこの、まあ、先ほど先生継続することが大切と言ったんですけれども。 ビジネスモデル化って結構難しいなっていう部分があります。で、ETC の場合は当然、国策で,です、ね、料金徴収という意味、サービスが必要なんで、プラットフォームとして、国費を入れて、あと料金施策の中の制度としてです、ね、国家としてこうインストールしていくっていうようなことができるので、 まあそういうい何らかのこう国の権威がないプラットフォームってなかなかこうデファクトみたいに今回の iOS みたいにですねあの何、ー、て言うんですかね Apple さんが一生懸命頑張って Apple とかああの Google が頑張ってこのプラットフォームを作ってその上に乗っかるっていうのはこれイージーなんですけど最初のプラットフォーム作りって結構大変なんじゃないかっていう部分とそのビジネスモデルをどういうふうにこう考えるのか で今のスマートシティの,あのモデル投資私も何か所か応援をさせていただいたことあるんですけれどもまあ補助金があるときはなんかいろんなこうサーバー作ったりどっかのクラウドを借りたりしてですねそういうプラットフォームみたいなあものは作れるんですけどその補助金がなくなるとその運営費が出てこないっていうような問題にすぐ直面するんですけれどもそういった際のこのロードマップですね、うん おそらくどこかのコストが削減されたりしてとか先ほどの民間企業だとこう損益が明確なのでコストが下がれば利益が増えてその分このプラットフォームにこう投資できるわけなんですけれどもなんかこう行政が1個関わるとなかなかそのプラットフォームなんですかねビジネスモデルが組みにくいっていうかあのどこからお金を捻出するんだとで税金だとですねやっぱり議会が毎年の。 経常経費は認めてくれないので、なかなかお金が出てこないねみたいなのに、こうすぐ行き詰まってしまうような感じがするんですが、その辺のこのプラットフォームをうまく運営して構築していくためのなんかこうビジネスモデルのポイントみたいなのを、ああで今、問題でおっしゃられたことが全部ポイントなんじゃないですかね、だから長期にお金出せないとかっていうところ、だ,だから多分ね、日本でやっぱ見てて思うのは、 日本の社会のメカニズムの中でお金が出せたものはうまくいってたと思いますよ、比較的。で、お金が出せなんかうまく出せなかったところっていうのっていうのが、やっぱり全部失敗してますよね。で、それがプラットフォームだったりとかするところだろうなと思っていて、だから例えばあの私たちの、例えば科学技術の立場で言うと、R&D で研究するとことかには国から援助ってすごい出るんですよ。 それで、またビジネスをするときには、またビジネスをするときの補助金とかいろんな施設があっていくんですけど、まさに今のね、プラットフォームみたいなところって、あのお金出す仕組みがないんですよね。で、それは民間だろうっていう話で、研究でもないと、論文も書けないし、新しさもないと。で、 だからプラットフォームには出しようがないよねってなってるから日本は僕デジタル配線っていうのは半分本当半分嘘で最大の配線はプラットフォーム配線なんですよねプラットフォームで負けたんですよ技術はあるったけどやっぱプラットフォームが作れなかったで確かにお金はプラットフォームには一切流れなかった当たり前だよねっていうのは思いますねだからそこのお金を出す仕組みなんだと思いますねでそれもただと民間は民間でそこに やるための、まあ、錬金術みたいなビジネスモデルっていうのは、やっぱ発明もされていて、でだから例えばアップルにしてもグーグルにしてもそうですけれども、お金の調達の仕方っていうのが、日本と全然違いますよね。日本だと企業さんだったらあの収益上げて、利益の中から、多分研究開発投資にこう費やしていくわけですけれども、向こうの場合は、だって夢を描いて、10年後の売買ゲームでいくっていうビジネスモデルを描いて、そのビジネスモデルに投資してもらって、 投資のマーケットの,そっちの,あの余剰資金のところからお金を投資してもらって、それで回していくというのがあの基本的なあのモデル、だからこれは R&D するのに非常に、例えばプラットフォームみたいなことをやるのに非常に向いたあのお金の仕組みをやっぱ発明したんだと思いますよね。有名なのは、フェイスブックさんなんかはほとんど売り上げないんですよね <laughs>。 で、あれ投資、だからよく、あの、ちょっとほとんどってっちょっと語弊あるかもしれませんけど、よく経営の分野で冗談ように言われるのは、フェイスブックさんっていうのは、えっと、お金を使うことはあっても、お金を稼ぐことはない会社だと。それでなんであの規模まで行っちゃうのかっていうのは、すごい、すごい仕組みだよねっていう、これ最大のイノベーションだよねっていうか、だからそういうような、あの、仕組みっていうのは当然、あの、 新しいこと考えれば何かありましてそれが日本にないっていえば、まあ、それはもうそうなんですけどだから今いろいろおっしゃられてんでこのプラットフォームみたいなものにお金が出しづらいかっていうことにも、ね、ご説明いただいたけどだそこを変えないと多分永遠に無理じゃないかなっていう気はしますしそれが日本がいろいろ今まで負けてきた最大の,あの原因の中の一つかなとはえっと思いますね。 私もそのアメリカはさすがうまいなと思うのはこのインターネットというかグーグルとかの素地になったインターネットのプラットフォームを国防費、ダーパーネットを公開することからスタートしていきますのでやっぱりうまいそのお金の回し方というかですねやっていると思います一方、e、EU は相変わらず日本と似てて下手であのまあファイブエアみたいなものを今回のスマートシティの規範のを作るんですけどあれって。まあこう 研究費をこう開発して ISO 化しろというメッセージで ISO にはなるんですがなかなか使われないというのはなんか日本に似てるかななんてそうそうそうあの若干その、ね、アメリカ DOD でというのがあったときに僕、まあ、これは多分、ね、こう皆さんの業界だとこれあのコモンセンスだと思いますけどだからアメリカの DOD とかダルパンに相当したのが日本土木ですよね、うんえー、だから、そういう意味だと日本はやっぱもの IT とか 電気、電子の方じゃなくて、物、物の方の分野は、やっぱりそれうまく回ったから、だからそこはやっぱり世界競争力っていう意味でも非常に強かった。 ただそれがただデジタルっていう我々のようなこういう分野ではなかったけどただ違う分野ではやっぱ同じことができてたと思うんですよ。だから日本の中のこの環境の中でやっぱりデジタルのプラットフォームみたいなものにやっぱどういうふうにあの投資する仕組みを作っていくのかっていうのは重要だと思うんですね。でヨーロッパの場合は見てるとうーん確かにねプラットフォームやってる人たちいるんだけど若干やっぱりねちょっと手足動かないっていうところあるので。 ちょっとなんかあの,の空論的なところっていうのは非常にあるんだけどもそれでも日本よりはプラットフォームになんかねお金かけてるっていう印象じゃなくて、ね、人をかけてるっていう印象がありますねだから比較的優秀な方々を、えー、すぐお金にならない分野に、えー、投入できてる長期間安定してっていうのがなんかあるような気がしてだからなんかヨーロッパ見ててもな,なんでこれ ね、こんな優秀な人がずっとこれ10年間やってたんだろうっていうもうちょっと日本だったらすぐ銀行システムとかで投入されそうだなっていうような日本だったら絶対そ,うそこが、ねあのー、銀行システムが落ちたとか言ってそこ開発やらなきゃいけないって言ったら最優秀な人なんか投入しろって言うとあの人この人この人って優秀な人剥がしてみんな投入しちゃうじゃないですかだけどなんかヨーロッパってもうちょっとのんびりしてるのかなんなのかなんか比較的僕から,から見て優秀な方々でプラットフォームなんかやってますよね。 よく会社にあんな余裕があるなと思うんですけどやっぱりヨーロッパって豊かなんですかね<へー> <laughs> っていうような,なんか印象を若干ちょっと持ってあのそうプラットフォームできる方っていうのはやっぱりちょっといろんな意味で優秀な方じゃないとなかなかできないんだけど、うん、優秀な方ほどお金を稼がなきゃいけない一番最前線にやっぱ投入されちゃうので、うん、っていうのが日本の企業さんの中のいろんなジレンマ。 かなと思うんですよねだからそこでなんかちょっと遊ばせてくってい言い方よくないですけどある意味プラットフォームでプラットフォームやったからって、ね、あの成功するとは限らなくって、まあ、10中8九負けるわけですからで1個や2個ですよね勝つで勝ったものでこうなっていくるわけだから今優秀な方がやってることが勝てる可能性って、まあ、基本的にはないって言った方がいいわけだけど投入しないと次つながらないみたいな投資がやっぱりなんかヨーロッパの方が IT の分野に関してはですね ちょっと皆様のような分野だと,ちょっと分からないんだけど、僕らの IT とかの分野は比較的まだヨーロッパの方が、なんかその辺は、えー、人材が避けているような気がちょっとします。ちょっと統計取ったら分からないですけど、そんな気がします。はい、河川政策グループの中平と申します。ありがとうございます。 元先生よりあの東京と地方の分断を感じるというお話がありました。<laughs> 私も本当に実感をしております。あのー、多分地方の市町村長さんはその本当の東京の分断とのいうことを意識して本当にこの付加価値を,を,をいかに生かすのかっていう必死でこう取り組んでるんと思います。その中で今回のテーマでですね えー、そのグリーンデジタルで何ができるのかっていうようなテーマがある中でまあそれが一つのスマートシティなのかも分かりませんけれども先生もいろいろ現場へ出られて、えー、いろんな地方の首長さんの相談なり声を聞く場面が多かろうと思います。そのこのグリーンデジタルという視点で、えー、東京都の分断というようなところを意識して どのようなこう取り組みがこう市町村で行われているのか今河川政策グループではこの流域治水ということで激甚化する災害に対して何としてでもそこの地方に住んでいただこうというのがまあ我々の 防災の政策の一つではあろうかと思いますけれども、えー、その東京の分断、グリーン、デジタル、まあ、こんな政策で、えー、どのような先生、印象ない感覚を持ってられるか、ちゃんと一言お聞かせください。分断はまあ印象なんですけどね。でまあ、僕自身、ね、あの非常にどっちかというと今日のグリーンというよりか、スマートシティの方で。 やっぱり非常に感じてることはやっぱり日本はやっぱ過度にちょっと集積しすぎだとは思うのであの僕ね最初ねスマートシティやってる時にねあのこれずっとこう5年ぐらいの講演でずっと同じこと言ってるんですけどあのやっぱりね日本の最初の課題を最初に感じたのはね少子化だったんですよ。でやっぱり子供が減っちゃうんだよねっていうのでそれでスマートシティとか我々の分野だと子供が減っちゃうから IoT とかロボットとか AI でなんとかしようっていうふうになってたんだけど。 でもその前にさってなんで減るのっていうほでなんで減るのを追求するとね結構根が深くってやっぱりでいろいろね国でも皆さん対策してるんだけどやっぱりこうダメなんですよねそ,、まあ、そもそもなんか経済がリッチになるとある程度こう子どもの減ってくるっていう全体的な傾向はあるんだけどそれでもやっぱ減りすぎだしであとそれはアジア全体の東アジア全体のちょっと特質ね韓国も減ってるしシンガポールとかも減っちゃってるし同じような感じなんですよ。 ででやっぱりそうするとあの、ね、結婚したくない子供もを産みたくないってでで,でかっていうのを聞くといろいろ聞くとなんかもう、ね、日本にいると子育て苦行だったりとか <laughs> ねで出てくるとやっぱりなんかこう生活がちゃんとできてないよねっていうのでだからそ,のそういうところがでやっぱ東京に住んでると。 確かに僕もずっと東京住んで子育てもしましたけど結構大変ですよね。遊びに連れてくのもちゃんと遊びに連れてくこともできないし、夏休みに電車に乗って遊びに行こうなんてもう大変なことになって、昔ラッシュだと。<laughs> で、そうじゃなくてもうちょっとやっぱり広くゆったり、 いいまあ今の集積しすぎなところからもうちょっと何ていうのかなあの一応にしていった方がいいんじゃないかと思うしでそ,そこのそういう地方都市みたいなところでもうちょっと緩やかなところをみんなが夢に持てて目指せるような文化っていうかそれを醸成することが重要なのかなっていうのは思ったんですよね。だからあとこういうういのも言って、えー、とそう あの日本をあの代表するこれか大学とかで言ったんだ日本を日本ジャパンって言った時の一枚の写真を探してきて見せろって授業でやったんですよ。これが日本だっていう写真を見せてくれって言った時にでそうするとまあ東京だったり渋谷だったりってやるんだけどでも東京ってこれ本当に日本っすかねって。 でそうすると、なんかロ,ロジカルに考えていくと、日本の大多数の国民が住んでいるところがどんなところかっていうのがやっぱりザジャパンかなと思ったんですよ。でね、それをザジャパンと思って写真に撮ると、結構ね、しょぼいんだよね <laughs> っていう、さえないのよ。なんか、え、これみたいな。で、だからそ,それがなんかね、夢がないと僕ダメかなと思って。 そうするとなんか日本のえ国民が最も多くマスとしてボリュームゾーンとして住んでるのってやっぱり数十万人都市のところに大量に。 やっぱり全体としてはいて、まあ東京も大都市も人数多いけど、やっぱりあの地方都市の方がやっぱり足しなせは多いんですよね。だからそこを一枚パシャって写真撮って、それが魅力的なものがそこに描けているようなものを、やっぱりスマートシティも作るべきだし、まあグリーンバイデジタルといったもそれを目指すのかなと思って、それで、あの僕が今アドバイザーやってるとある市があって、で、とある自治体さんでそこの市の悩みっていうのが、 あの、街がスカスカなんですよねって <laughs>。で、スカスカで密度が低くて家がポンポンポンとかあって、これね、どうやっていいのかよくわかんないんですよって言われて、悩みだって言ったんですよね。で、その後に研究室に戻って、シリコンバレーの絵を見ると同じなのよ <laughs>。で、こっちは世界一いいって言われてるとこで、こっちはスカスカで使えないって見ると同じじゃないっていうんで、これね、 広さの使い方が日本人苦手なのとかって思っちゃってそうだからそういうのでそういう何かだからねちょうど岸田さんもあの田園都市とかっておっしゃってますけどもだそういうのであのもうちょっとこのゆったり暮らせる環境でそこで人間性のあるようなところでかつ省エネルギーもできてみたいなのがの理想像があのちゃんと示せるっていうことが。 えっと重要だしそれはだから分断したら僕できないと思っててえ両方協力してあの理想的なものでそれがうまく目指せればテレビドラマもなんかみんな東京のなんか理想みたいなことばっかり言っちゃってるしだってもう一つショックだったのがあの港区の人口統計を調べたら港区の人口統計でえっとね20代30代のね若い女性ってすごい多いんですよ。それで で,でも、よく考えると、その港区って、る家賃高いじゃないですか、で20代、30代の女性って、やっぱりね、ちょっと吉悪し別としても、そんなにだって給料多くもらってる方とは限らないところの方が、いや、50代、60代のおっさんが多いんだったら、こいつら高給取りだから、これいるんだろうみたいな、思うんだけど、20代、30代の女性が港区多いって、だって経済合理性ないですよね、だから、これ、絶対そこに夢を感じて、みんな住んでるってことですよね。 だからそうじゃなくてもうちょっとゆったりとしたところ,のところでの夢がなんか描けるということでスマートシティがなんかお役に立てるといいのかなというのはちょっと思っているところなんですけどね。はい あ今日はありがとうございますあの時間ずいぶん超過してるんですけれど<あ>あの本当ににいいろんななとところお世話になってありがとうございますあの先生ともご一緒させていただいたスマートシティガイドブックで、はい、スマートローカルっていうことをう、はい、僕うるさく言ってましてはい、はい、でやっぱり今の問題と絡んでやっぱりその今の日本の問題を救うためにはローカルをどう考えるかっていうことが非常に重要だなと思って えー、ありましたし、うん、あの最後の方で引用されてた科学技術基本計画にもスマートローカルって言葉のっけてもらったんですねところがスマートシティとか他の、うん、あの審査今年も結構大変だったことありましたよね <laughs> あれでその申請書を見てるとなんか首長さんがこれやるんだと、うん、で困った係員の方がですねあの IT コンサルに丸投げして、うんうん、なんかそ,そんなんが結構ありましたよね。<laughs> であの先生のおっしゃることはもっともだけれどそれをどう実装していくかっていう時の、うん、なんか雰囲気っていうか常識っていうか文化づくりっていうのは極めて大事だと思うんですね。うん、そで,ね、うんうん、でそういうところをぜひデジタル庁にも期待したいんですけれど、ねうん、ちょっと思い出しましたのはですね 東日本大震災の時に復興庁っていうのができて窓口を一本化してワンストップで行くってやったんですけど結果的にえと農水省だの国交省だのその他のところがですねあの復興庁に行く前に俺っちへ来いと、うんうん、<laughs> いうので結果的に一つ増えちゃったっていう。 ことなんですね、多分ね、うん、同じようなことが起こるんじゃないのかなっていうふうに非常に危惧してましてうん、うん、そういうあのことでもそういう文化とか、うん、その国の在り方とかっていうのが大事な問題だと思っていて、ねうん、私自身も答え何もありませんけれども、うんうん、また一緒にそういうところで議論させていただければと思いいまますすあ、はい、ありりががととううごござざいます。 先生どうも、時間長過でありがとうございましたいえいえ、はい。じゃあどうもありがとうございました。じゃ皆さん最後に、拍手で終了していたいと思います。どうも先生ありがとうございました。